する井口、果たしてどういうバッティングを見せてくれるんでしょうか。まもなくプレーボールです。今日千葉ロッテマリーンズ井口忠人が引退試合を迎えました。プレー球生活日米21年間、マウンドに上がったエース涌井秀章からのメッセージがボードに映し出されました。今日はマリーンズは全員が井口の背番号6番をつけてプレーを行います。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの最終戦、井口忠人引退試合、解説は小宮山悟さん、リポーター北川義孝アナウンサー、実況林正宏でお伝えしてまいります。さあこのところ、伊藤監督によるとちょっとパッとしないという涌井の投球ですけれども、井口の引退試合になんとかこうチーム全体で花を添えたいですね。まあみんながみんなそういう気持ちで多分いますから、はい、いつも以上に、なんか不思議と力が入るような、そんな試合になるんじゃないかと思いますけどね。はい、上空は曇り空、照明に明かりが入りました ZOZO マリンスタジアム。トップバッターの西川が打席に入ってプレーボールです。涌井は今シーズンこれまで24試合5勝11敗防御率は 4.12。 トップバッターの西川を迎えています。移籍初完封勝利などもあったんですけれども、もう一つ波に乗り切れないですね今年で。1年通してこういう感じになるなんてちょっと想像してなかったの ですよ、ね、どこかのタイミングでいつものようなピッチングしてくれるだろうなと思って期待してたんですけども、はい、なかなかね本人もイライラしてるんじゃないでしょうかね、今シーズンに限っては。メモを取る落合英二ピッチングコーチです。とにかくそうですよね、この涌井石川この両輪がうまく機能できなかったっていうのは最大の誤算でしたね。セカンドゴロ、鈴木から一塁のベテランスクルーラーに送られまして、ワンアウト。2番ライト松本、ライト松本背番号、西川に対しては最後インサイド力のあるボールで詰まらせました。セカンドゴロに打ち取りましたピッチャーの涌井。2番の松本です。今のは146キロ。小宮山さん、今年の涌井、一番小宮山さんが気になった部分というのはどういうところですか。本人がですよ、どういうふうに感じているかわからないですけども、はい、やっぱり、ね、思うようにピッチングできないと、一球投げる間の間合いがちょっと長くなるんですよ。でその中でいろんなことを考えながらっていうことでいうと、やっぱり調子がいいときはポン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 ストライク取れますから、はい、でそうなるといいペースでいくんだけど、ええ、そうじゃないときはなんか投げるまでの間にいろんなことを考えて、ちょっと長いなっていう感じがするんですよね。なるほどね、投球の間合いですか。だいたい人間って正直ですから、調子がいいと、はい、もう投げたい投げたいって思うからどん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 速くなるんですよ。でもそれが思うようにならないと、なんで今そうなっちゃったんだろうとか、次投げるどうしようとかっていうのを考えるとちょっとずつやっぱ伸びるんですよね。アウトコース、スライダー、見逃し三振でツーアウト。涌井本人でしかわからない部分かもしれないけれども、その前が長くなっている自分がちょっとその投げにくいと感じている部分というのは今年はどうでしょう。制球力ですか。なるほどね、それが分かれば、いくらでも改善の余地があるわけですから、はい、なので本当に迷路にはまっちゃったような、そんなシーズンなんじゃないですかね。はい、3番の大谷を迎えます。それこそ投げてるボールに関して言えば、毎回、彼ぐらいのレベルになったらいつでも同じような感じのボールに見えますので、はい、実際のところ何が原因でこうなってるっていうのは本当にわからないので、どうなんでしょう。これから来年とも、時間はあります、開幕までは、時間がありますが、
そのオフの間にやはりそういう部分で言えばその答えを見つけるべきなのか、あるいは完全にリセットっていう形で両方ですね。両方、はい、まず最初にもう全て一回忘れて、はい、でそこから作業し直しっていうのが正しい方法だと思いますけど、はい、148キロインサイド1回に決まりました。まあね、報道によるとフリーエージェントの資格を持っているのでどうこうみたいなことが出てたので、はい、それ以外の作業もしないといけないとなると結構またしんどいオフかなという気がしますけど、まあ、やるべきことがたくさんあって短いオフになりそうです。2ボール2ストライク、空振り三振、150キロのストレート、涌井立ち上がり三者凡退、ピシャリと抑えました。千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブチーム20。以上いたします。ファイターズの先発ピッチャーは高梨、今シーズン20試合で6勝7敗、防御率は 3.67。 トップバッターの加藤が左バッターボックスに入っています。初球を打ち上げました。曇り空、高く上がったサード後方のフライ、ショート石井和成掴みました。中島の故障でチャンスをつかんだ石井ですけれども、小宮山さん、後輩の石井和成によく頑張ってるんじゃないですか。まあまあこれをよく頑張ってると褒めてしまうといけないだろうというふうには個人的には思ってるんですけども、はいはい、まあまあもっと頑張れという、もっと頑張れ、そういうことですね。バッターは2番の荻野。まあしかし前回のこのマリンスタジアムでの試合で2人から奪ったあの決勝ホームランのライトのボールが見事なバッティングですね。まあね、ボールを遠くへ飛ばすということでいうと、思ったよりも飛ぶ選手なので、はい、沖縄打球もレフトへライナーでフェンス直撃、沖縄2塁に向かいます。ツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁。沖縄も小柄ですが今はライナー制でしたが結構距離は出ますよね。まあ、ある程度ね、はい、自分の得意とするところにボールが来たら、うん、こういう感じのバッティングができるんでしょうけども、はい、まあ、彼の場合は脚力があるので、大きい当たりよりもとにかく強い打球を打って塁に出て、はい、走り回って帰ってこいという、そういう仕事ですよね。石井和成のその飛距離というのはどういう、バットスイングが意外と大きく振れるので、はい、まあ、半速球のような球、もしくは速いボールタイミングどんしゃになったら、強い打球遠くへ飛ぶんですけども、うん、やっぱちょっとね、プロのレベルだと動くボール、はい、アマチュア時代に経験しているよりもかなり難しいボールが多いですから、そのボールにやっぱり苦労してるんじゃないでしょうかね。うん、3番の鈴木を迎えます。マリーン先制のチャンス、ワンアウトランナー2塁です。まあ、やっぱりルーキーですから、そういう意味で言うとそこら辺は経験ですよね、ある程度ね。まあ、もちろんね、アマチュア時代にもうこれ以上ない経験をしてプロに入ってますから、はい、それでもこれだけ苦労するんだっていう、そういうことなので、そうですね。やっぱり大学社会人を経て入団した、まあ、選手たち話聞いても、もう変化球がアマチュアレベルとプロっていうのは全然違うと。スピードっていう部分で言えばね、それ大差ない速さのボールを投げるピッチャーいるけど、やっぱり変化球が全然違うということですよね。さらにコントロールですよ。あ、なるほど。アマチュアよりもプロの方がストライクゾーン絶対狭いですから、ね、その狭いストライクゾーンの中で変化球を駆使して、はい、バッターを打ち取る技術を持ってるという、そういうピッチャーですから、はい、まあね、なかなかね、結果出せって言っても難しいところだと思いますよ。それこそやっぱり毎年ルーキー何人も入ってきて、はい、デビューしますけども、本当に活躍できる選手ってもう数人しかいません。そうですよね。2ボール1ストライク、ファールボールです。
ンスをものにしてゲームに出て、本当にやっぱねポジションプレーヤーでレギュラー掴むことの大変さっていうんですよ、はい、僕はあのピッチャーでしたから、まあもう本当にありがたかったですよ。もう一人じゃピッチャーって用を出せないので、もう何人も用意しないといけないです。そうですね、はい、その何人も必要な中で、その周り見渡した連中よりもちょっと上だって判断してもらえれば、うんうん、一軍に残れるわけですよね、うん、でそういうことでいうと、その当時の入団したロッテオリオンズ、はい、ありがたいことに弱体投手陣だったわけですよね、はい、でその弱体投手陣だったからこそチャンスをもらえて、そのチャンスを生かして、うん、1年フルに投げれた経験があって2年目3年目とつながっていったので、うん、はい、まあ、そういう意味でいうと、そのなんていうのかな、やっぱり人間の巡り合わせっていうか、そういうことも大事だし、かつ少ないチャンスをもらったときにそれをどう生かすか、さらにそれをどう継続するか、そういったことが大切になるんですね。鈴木はファーストフライに倒れまして、2アウトランナー2塁でバッターは4番の角中です。今日はペーニャ、パラデスの両外国人は先発メンバーから外れています。4番が角中、5番にベテランの福浦、6番で指名打者井口。大きなカーブです。まあ、本当に今日出ている選手たちのほとんどというのは、そういうチャンスをもうものにして、何度も壁にぶち当たってそれを乗り越えてもがいてきた選手たちということになるんですよね。まあ、そうですね、レギュラーとして定着して認められている選手たちはそうでしょうけども、まだ今定着せずに、まだハテナってマークがついている連中の中にいますから、そうですね、その連中はもうとにかく必死になってアピールしないと、ファイターズもともに今シーズンはパシフィックリーグの下位に、まあ、低迷したわけですけれども、そういった中でこの若手にとっては残された少ないチャンス、ツーボールワンストライク。高梨も昨年は2桁勝ちましたが、今年は6勝止まりですから、そういう意味でいうとまだ4年目26歳、まあ、ちょっと言い訳っぽくなるとあれなんですけども、はい、勝ち負けってやっぱり、その時その時のうんふんがあるのかなと思いますね、はい、いかにコンスタントに投げてるかっていうことの方が重要なわけですよ。はははは、い、例えば先発ピッチャーであればローテーションを守る、ローテーション投手としてとにかくコンスタントにイニング数を稼ぐっていうことができるできないで、はい、評価って変わってきますので、でそういう意味で例えば涌井が思うように勝ち星が伸びてないけれども、ピッチャーとしては6回7回ぐらいまで投げてくれる、ひょっとしたら1人で最後まで投げてくれるかもしれない、そういうピッチャーで、登板のたびにそれが期待できるピッチャーですよね、はいはいはい、で翻ってじゃあ高梨どうなんだって言ったら、涌井と比べればまだまだ足元にも及ばないって考えると、まだ定着してるかって言われるとまた勝てないと思うんですよね。まあ、枠には24試合153イニングですから、6回以上も投げているわけですよね、平均すれば、はい、バッターは福浦です。2アウトランナー2塁1塁。この高梨は20試合で103回ですから、まあ、5回がやっとという部分にも表れていますね、数字的にも。さあベテランの福浦、目指している福浦です。止めたバッターに当たってファウル、ワンボールワンストライク。福浦も来年記録達成のためにも今年中に1本でも多くね、いやもちろんそうですね、福浦、今満員のお客さんで、はい、ちょっとねこの大合唱が、心地のいい響きになってるので、なるほど、これは打席の福浦もまんざらじゃないんじゃないでしょうかね、気分的には非常にいいんですよね。ライトスタンドから左中間スタンドまで白いレプリカユニフォームのマリンズファン、福浦打ち上げた、レフトへ大きな打球、風はわずかにありますが下がったところで掴みました、レフト太田大志、もうひと伸びありませんでした。
2塁に荻野、残塁、1回の裏マリーンズ無得点です。ありがたいことですよね。そうですね。2回の表、4番の中田から始まるファイターズの攻撃。2割1分2厘。永田にとっても、まあ、ホームランは16本ですけども全体的に物足りない数字。ファーストのファールフライか。福浦ワンアウトです。5番サードレナード。まあ、中田も故障もありましたし、今年は本当になんか波に乗り切れない、まあ、どうでしょうね、はい。まあ、WBC のあった年の、それ、まあ、シーズンをどのように過ごすかっていうのがこれからの NPB の課題なのかなって気がしますよね。そうですね。バッターレアード、まあね、マリンズと石川もあれだけ WBC で頑張ったのにシーズン全くダメなので、まあ、あの選手個々というよりもやっぱりこう球界全体で考えていかなければいけない課題でしょうね。どうなんですか、久米山さん、やっぱりこう早い時期に一つこうピークを作らなきゃいけない、それがやっぱり、やっぱタイムスケジュールがずれることによって、やっぱり体が変調をきたすということじゃないですか、ね。なるほどね。まあ、WBC が終わって、まあ、それからね、もうちょっといい状態が続くかと思うと、そうじゃなくてこの開幕からみんなパタッとこうなってしまうっていう、はい、部分が、まあ、気持ちの部分ですね。まあ、一度終わったっていう気持ちになってリセットしてしまうので、はい、なかなかリスタートできないってことなんじゃないでしょうかね。アウトサイド見逃しの三振でアード2アウトです。やっぱり世界一をかけて戦う、まあ、あの戦い、そういった場に臨んだ、まあ、選手たちでなければわからない何かこう、いろんな気持ちのリセットしなければならない部分っていうのがあるんですよね。極論から言うとやっぱり日の丸背負って戦うっていうことで、はい、それ相応のプレッシャーを感じてもらわないと困ると思ってたもんですから、選手が、ね、本当にやりきったっていうことで、その後思うようにならないっていうのも、それが普通だろうなって実は正直思ってるところがあるんですね、はいはいはい。って考えると、もう WBC で頑張ってくれた人たちをもう全面的に応援しないといけないと思ってるので、はい、今シーズン思うような成績が上げられなかった選手たちでも、球団側に、ね、何とか全勝してくれと、いうふうに、いや、球界関係者全員がそういう思いじゃないといけないと思うんですよね。はい、一番怖いのは、だから代表になんか行くんじゃないよっていう空気になっちゃダメなんですよ。そういうことですね。バッターは横、ツーアウトランナーなし、追い込んでいます涌井。わあ、これも素晴らしい。レアード、涌井、いや、この横とともに涌井は148キロのストレート、連続で見逃し三振に打ち取りました。2回の表終わっています。2回の裏、いよいよ21年間の現役生活に別れを告げる井口の第1打席、場内アナウンスに促されて打席に向かう際にヘルメットを取って頭を下げ、もう一度三塁側のファイターズファンに向かっても頭を下げました。
これまで日米通じて2407試合、7531打席目という井口。高梨ちょっと意識投げづらいですよ。ねボールという本当に正直投げづらいですこれ。真ん中だ、左中間。太田取れませんショートバウンド。井口は一塁キャンバスを大きく回ってストップ。第1打席通算2253本目のヒットを放ちました井口。まあ、ボール2からストライクを取りに来た球とはいえしっかりしたいい打球でした、まあ、あの久しぶりの割には、ねはい、ちょっと詰まり気味だとは思いますけど、うん、弾き返してますね、林さん、はい、昨日はよく眠れたそうです、うん、目覚めもすごく良かったということで、はい、自分らしいスイングをとにかくファンの皆さんにお見せしたいと、うん、こう語って打席に入りました、はい。まあ、そのとにかく実戦から離れているので感覚を取り戻したいということも言ってましたが、そういった意味で言うと今北川リポーターが伝えてくれたように井口本来の井口らしいスイングっていうのは小宮山さん見られたんじゃないでしょうか。まあ、結果が伴ったっていうことはもう何よりじゃないですかね。そうですね、まあ、本当にファンの皆さんはこの井口の一挙手一投足1打席1打席1振り1振りを実に脳裏に焼き付けるという今日の試合。その第1打席で見事レフト右へのヒット。まあね、はい、ファームで浦和の方で、川越コーチの球を打ち込んできたみたいなことで、はい、まあ、まあ準備をしっかりとしてきたということでしょうからね、はい、川越コーチからは、まあ、投げては飛んだからしっかりいってやっといよっていうふうに言われたそうですけど、まあ、今日ご自宅を出るときにはもういつも通り普通に出てきましたということを言っていました井口。さあそしてその井口の、まあ、あと後継者ですよねこの中村。なんとかねこの中村のメッセージが書いてありましたけども、若手の内野陣の中では、まあ、中村も小宮さんの後輩に当たりますけども、もっともっと頑張れですね。春先ね全く思うようにならなかったですけども、はい、ここに来てこれだけの数字になってますから、はい、まあ、期待通り順調に育っているというそういうことでいいんじゃないですかね、うん、はい、これは詰まりましたレフトフライ。レフト太田大志左中間のほぼ真ん中で掴みました。ワンアウトランナーが一塁です。まあ、そういう意味で言うと今のこの状態この時期に掴んだものを秋のキャンプそして来年の春のキャンプ開幕にさらに大きくこう膨らませてこう繋いでほしい。まあ、中村に関して言えば、春先からずっとヒットが出なくて苦しんでたっていう経験をしてますので、はい、来シーズン同じようなことは多分ないと思うんですね。なのでどうすれば最初からこういう感じでコンスタントに打てるような感じになるのかっていうのを、はい、来シーズン期待したいなと。でそうすれば3割って多分見えてくるので、お、まあ、中村は足も速いですしね、はい、あとポジションですけども小宮さんサードかショートか、サードがいいんじゃないかっていう声がありますけど、僕は個人的にはセカンド守らせたい。セカンド、はい、セカンド中村サード鈴木大地。ほう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 、なるほど。バッター田村打ち上げた右中間、風はほとんどありません。センターの西川が追いつきました。ツーアウト二塁キャンバスの手前から井口が一塁に戻ります。なるほど、中村セカンドで鈴木大地をサードに持ってくる、はい、その心はどういう。それによって鈴木大地の守備の軽減ができますよね。なるほどね、でさらに言うと、はい、中村がどちらかというとサードのような距離の短いところだと打球のバウンドの合わせ方が下手くそなので、セカンドの方が時間がある分、うまくさばける、うん、まあ、彼がわざわざセカンド守ってるのを見てたからなんですけど、ね、なるほど、なるほど、はい、そういうのも一つプランですね。さあそしてラストバッターの平沢。平沢も若き、そのセカンドスタートの話って言ったら、もう平沢大河がショートを守るっていう前提があって、はい、うん、
平沢も今シーズンはね、キャンプではショートレギュラーポジション争いということで大いに期待されたんですけれども、内野手として井口さんを目標に頑張りますという平沢のメッセージがボードに出ております。2回の裏の高梨、先頭バッターの井口にレフトの右にヒットを許しました。その後中村、田村はともに外野フライに打ち取ってツーアウト、ツーアウトランナーが一塁です。いい当たりだ、センターへ。あらかじめ左に寄っておりました西川、まっすぐ下がって掴みました、スリーアウト。快音を残した打球でしたが西川の守備範囲でした。2回の裏マリーンズも得点ありません。井口第1打席レフトへのヒットです。マリーンズ対北海道日本ハムの最終25回戦、2回終わって0対0です。3回の表ファイターズは太田大志から。今シーズンは2割5分ちょうど、ホームラン11本、打点34、フルスイングですが高々と打ち上げました、右中間、飛距離も結構出ています。ワーニングゾーンを越えましてフェンスの手前、ライトの加藤が掴みました、ワンアウト。ライトフライに倒れた太田ですが、そのやっぱり持っている可能性、なんとなくこうきっかけのシーズンでしたね、今年はね。本人がこうして移籍して、チャンスを、与えられて、のびのびとやってる感じがあるんですよね。その辺で、もちろんね、ジャイアンツで同じようなことができなかったのが不思議なぐらいだとは思うんですけど、能力的にはやっぱり高い選手なので、本当にチャンスさえあればっていうことだと思うんですよ、はい、であとは我慢して使えるかどうかっていうことなので、それはファイターズがその我慢という事情があるので、思うようになったとは思うんですけどね。今のやっぱり太田のライトフライですけど、ああいうスイングって、ね、ジャイアンツ時代見たことないですね。どうしてもね、思い切って振って空振りすると怒られることが多いんじゃないですか。どうしてもやっぱこじんまりね、当てに行こうみたいなバッティングになりがちだと思いますよ。そうですね、太田にとっては本当にいいトレード、になるんじゃないかという予感を、持たせてくれます。今年の活躍、バッターは清水、ワンボールツーストライク。今日のここまでの涌井ですが、ストレートも150キロ近いスピードが出ていて、両サイドきっちり投げ分けている、思うところに投げられているというような感じがありますが、あとはその、主審のジャッジが自分に味方してくれているというのがあると思うんです、なので、テンポよくポン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 投げれているという状況だと思うんですよね、スライダー、スイングアウトの三振、ツーアウト、今日のここまでは小宮山さんがおっしゃったそのどんどん投げたい気持ちの時の、余計なことを考えずに投げる状態になっているわけですね。ツーアウトランナーなし、さあそして石井和内です。ホームランは3本、今の145キロのストレートですが、やっぱりちょっとこうスイング的に鈍いから、スイングがちょっと大きすぎるので、遅く見えますよね、なので体に近いところの速いボールはなかなか打てないと思うんですよ、打てるとすると体に近いところにスライド系のボールが来て、それを巻き込んで遠くへ飛ばすっていう、そういう打ち方ですよね。中島の怪我でチャンスをつかみましたこの石井和成。決まってワンボールツーストライク。
9月3日この ZOZO マリンスタジアムでの21回戦で2人から決勝のスリーランを放っています。アウトサイド低め147キロ、今日は見逃しの三振結構多い、6つ目の三振のうち半分ぐらい、うん、4つが見逃しの三振という涌井です。3回の表を終わっています。さあ3回の裏マリーンズの攻撃は1番の加藤から始まるオーダーです。バントのこのように見せましたが胸元近くワンボールなせん。この加藤という選手もスピードがあるしいい選手です。ただちょっとこう波が激しいんですよね。それは、ね、どの選手にもあることなので、はい、コンスタントにってなかなか難しいとは思うんですよ。ただ、出番がもらえてずっと出続ければ、うんうん、その波もある程度、うん、小さな波にはなるので、うん、だからそこまでそのレギュラーとして定着する、はい、おお、ライトへ大きな打球だ。もう見送っている。上段に入りました。ホームラン今シーズン第5号。マリーンズファンがしっかりとそのホームランボールを握りしめておりました。三塁キャンバスを回りました加藤。加藤の先制ホームラン1対0マリーンズ1点先行です。いや今の打球ってのは本当にホームランバッターの打球じゃないですか。要はボールカウントがツーボールなしになると、はい、まっすぐ1本に入ってタイミング合わせてドンピシャですよね。これくらいのパワーがあるので、はいはい、彼のその能力、脚力を考えたらもうずっと使い続ければかなりの選手になるはずなんですよ。まあ、コースはねちょっと中に入って真ん中の甘い球とはいえ、うん、しっかり素晴らしいスイングでした。ということはやっぱり、うん、使う方もその我慢というかチーム事情もいろいろあるとは思いますけどもね。ただ同じような力量の選手が集まってて、抜け出せないということなんでしょう。なるほどね、さあ第1打席ツーベースの荻野です。我慢してでも使わせてはい、あるいは使いたいと、はい、そう思わせるような選手にならないといけないということです ね。それがレギュラーを取るチャンスだと思うんですよ。はい、第5号先制ソロホームラン、マリーンズが1点を奪っています。今日はマリーンズ全員背番号6をつけてゲームに臨んでおります。荻野の打球はライトフライ、ちょっと勢い投球の勢いに負けたかなという感じ。ライトの松本が下がりながら掴んでおります。まあしかし故障を言えてカンバックしてからのこの荻野、特に8月9月素晴らしい活躍してますよね。そうですね、まあ、彼の場合も、はい、飛び抜けた脚力があるわけですから、その脚力がある分他の選手よりもアドバンテージがあると思うんですよ、ね。はい、さあそして3番キャプテン鈴木大地、2割6分6厘ホームランが10本、打点今シーズン50。まあ、シーズン半ば以降、まあ、オールスターあるいはその1月ぐらいまでは非常に打線が低調な中にあって、この鈴木大地が、まあ、一人こうなんていうんですかね、角中も怪我でいませんでしたしね、軸に座らざるを得ないという状況 で本当に頑張ったと思いますよ、まあそれこそね、はい、ひどいって怒られるけど、本当にチームが思うようにならない時に、はい、大地が頑張ってたっていうところがあったので、はい、なんとか救われてる風はあると思うので、まさに孤軍奮闘というような活躍でした。特に今年ショートがセカンドにコンバートされた年ではありますね。本人としてもいろいろこう考えなきゃいけないことをやらなければいけないことがある中で、やはりその中で頑張りました。本当に、左守ってた選手が右側に打つことによって動きが全部逆になりますから、はい、
結構大変なコンバートだったはずなんですよね。そんな中本当にそちなくということですね。そうですよね。ここはしっかりフォアボールを選んで4番の角中につないでいます。びっしりと満員のライトスタンドもマリンズファンは白のレプリカユニフォームを全員が着ているという、その中で4番角中が打席に立ちました。第1打席はフォアボールでした。バッターの角中、加藤のホームランで1点を先行マリーンズです。ファイターズ先発の高梨、まあ、井口の引退試合、このある種独特異様な雰囲気の中で、まあ、相手ピッチャー高梨にとっても栗山監督も言ってましたけれども、すごく得るものは多いんじゃないかっていうことですよね。まあなかなかね、経験できるもんじゃないですか。そうですよね。ファールボール。まあファイターズ昨年あの日本シリーズでね、広島の黒田投手の、まあ、引退試合っていうあれではありませんでしたけれども、日本一を争うゲーム、そういうゲームの中でやはりそういうこれが最後と分かっているピッチャーとの対戦というのがやはりそこでよりこう力になる、得たものっていうのは大きかった、それが日本一にもつながったっていうことを栗山監督言ってましたけども、ファールボールです。ワンボールツーストライク変わりません。まあ、あとは全ての選手が今日のね、この引退試合、はい、井口のように、引退試合という形で試合をしてもらえる、そういう選手になりたいっていう、そういう思いを抱かないと嘘です。そうですね。そうですよね。自分がもし本当に現役を退くときにこういう形で送り出してもらえるのかどうなのかって、本当に、はい、プロに入ってよかったって思う瞬間だと思いますので、はい、ファールボールです。いや、今小宮山さんのお話伺ってて思い出したのは、あの、まあ、西選手ね、ジャイアンツに入団した、はいはい、で西選手はあの原辰徳選手と入れ替えたわけですよ、はい、現役が、はい、であの入団した直後にインタビューに行った時に、どういうプレーヤーになりたいですかっていう質問をしたら、西選手は原さんのような引退試合をしてもらえる選手ですと、はい、だからもう 入団したばっかりなのにもう引退試合のこと考えてるって言ったんですけど、まあ、それこそね、本当に選ばれた選手、数少ない選手しか、はい、そういう引退試合っていうのはやってもらえないので、これはセカンド正面、ショートに送って一塁転送されました。463のダブルプレイ、あのお話はまた後ほど引き続きお願いいたします。3回の裏、千葉ロッテは加藤のホームランによる1点で攻撃を終わっています。ご注意ください。もしボールを見ていないので近くで笛の音が聞こえましたが、目や頭を守る姿勢をお願いします。最近、まあ、私あくまで個人的に思うのは、ちょっと引退試合安売りしてるかなっていうところがなきにしもあらずという、僕も実はここまで出かかってたのを捉えてたんですけど申し訳ありません。1番の西川から始まる4回の表の攻撃です。まあ、ただやっぱりこのシーズン中まだ公式戦という部分でね、残り試合もある中で行われる引退試合ですから、本当に価値は違うと思いますけども。2ボール1ストライク、あのどうしてもですね、僕はもう個人的に子供の頃の記憶の中で、はい、長嶋さんの、はい、引退試合のバッターがあるので、はい、
そうですよね。私もあの日はですね、予備校を休んで後楽園に行きましたから強烈に残ってますよ。それはでやっぱり引退試合ってそうはなかったですよね。もう本当に、っていうのも、シーズン終わってから、ありがとうございました、引退しますっていう報告の方が多かったはずですから。まだペナントを争っている最中に辞めますって口にすることが、まあ、言ったらちょっとね、ご法度みたいなところあったの で、 そうです、ね。まあ、昭和の野球選手たちはみんなシーズン終わってから、もう今シーズン持って辞めますって、そういうことでしたから、で翌春のオープン戦に引退興行みたいな感じでね、そうですね、それはありましたよね、イベントをやるというような感じでしたから、それこそね、僕の幼少の頃の記憶をたどってもしょうがないんですけども、村山実さんの時は、江夏さんがね、騎馬戦の騎馬君でブルペンを今まで運んだとか、そういうのがあるので、小宮山さん幼少？幼少ですね。幼少ですか。はい、なるほど。王さんは確かあれですよね、シーズン終わってから で、 から、要はあの長嶋さんが辞めるって言って、監督をね、監督交代で藤井さんが監督になるという時に辞めた、そうですよね。ですから王さんはオープン戦だったんですかね、打席に立ってバットを置いてファーストベースにミットを置いて、というのは影に隠れて、柴田さんも引退してたっていう、そういうあれだったんですよ。長嶋さんの時もジャイアンツの10連覇が、なくなった、ゲームの後に引退ということで、その最終戦ダブルヘッダーが引退試合になったという。松本、空振り三振、今日はストレートが走っています。涌井、150キロストレート、7つ目の三振を奪いました。指名打者大谷。長嶋さんの引退試合の時はドラゴンズが優勝して、ドラゴンズが地元名古屋で優勝パレードがあったんですよね。ですから主力選手があまりこう当時の後楽園球場に、来ることができなかったという中での試合だったんですが、林さん、今の三振で涌井投手1500奪三振、そうですね、1500個目の三振を奪いました。涌井、バッターは大谷です。記録としては5回の表終了というところで正式に形になるわけですが、1500個目の三振を奪いました。大谷フルスイング、148キロ。3番指名打者で出場の大谷です。スライダー、バットが回りました。小宮山さん、やっぱりストレートが走ってるからですかね、今の空振り見たらよくわかりますよね、バッターからするとまっすぐに見えるボールが左体の方に曲がってきたので、打つのをやめた、ハーフスイングですよね、2ボール2ストライク。角中なんかだと、さっきの空振りなんかだと彼はスイングやめないので、ボールを打って多分一塁のベンチぐらいにファウルになるほど、2ボール2ストライク。空振り三振、148キロのストレート。大谷翔平から1501個目の三振を奪いました。涌井です。4回の表終わりました。1対0とロッテがリードしています。お知らせいたします。マリーンズ涌井投手が今日の試合で この前に三振を奪いまして、松本から奪ったのが1500個目。ダグアウトに戻る際に花束を受けておりました涌井です。さあ、この4回の裏は井口の第2打席も回ってきます。その前にベテランの福浦、年齢的には、井口の方が1つ上ですね。ちょうど2人とも12月生まれなんですね。井口が12月4日、福浦が12月14日で1年違い。
高いバントのセカンドゴロ、横から一塁に送られました。ワンアウトです。さあ第1打席見事にレフトの右へヒットを放ちました井口、通算2253本目のヒットを放ちました。そして第2打席です。また何年も経ってからこう先ほどの長嶋さんの引退試合のお話のようにこう語り継がれるようなね、ゲームになってほしいですよね、今日はね。長嶋さんは引退試合でホームラン打ってますね。444本目打ちましたから。さあ井口、ここまで日米通算250本のホームラン。一塁間、横尾が回り込んで掴んだ。ツーアウト、井口第2打席はセカンドゴロでした。アウトコース、ちょっとタイミング的には合ってなかったですかね、今のは。どうなんでしょうね、ボールがちょっと低かったので、はい、打ち方でいうと右方向に綺麗に打ってやろうみたいな感じには見えるんですけど、はい、ちょっとね、沈んでる分ゴロになっちゃったのかなと。なるほど、引退試合の井口、レフトへのヒットと、そしてセカンドゴロ。さあ中村です。中村第1打席はレフトフライでした。高梨も加藤にホームランを許しましたけれども、今みたいなカーブを使ってちょっと緩急を交えながら、そんなに悪くないですよね、ピッチング。はい、ボールそのものは、多少暴れてる感じには見えますけども、しっかりとしたピッチングにはなってるんじゃないですか。そうですね、状態が例えばそれほど良くないとしても、はい、こういう感じでのピッチングができるとなると、かなり期待していいのかなと。中村の打球は強烈な打球でした。サードのレアード、打球をはじきました。記録はヒット、三塁強襲ヒットです。ツーアウトランナーが一塁。林さん、はい、吉井ピッチングコーチも、一発はクラックといっても調子は悪くなると思う、球場全体の雰囲気がいつもと違うからクラックはしたところはあるだろうけれど、ビジターで投げるっていうのはこういうもんだと思って、自分のピッチングに徹してほしい、頑張れと、こう話をしています。はい、こういうことも経験にして、やはり血となり肉となりレベルアップ目指してほしいというピッチャーの高梨。ツーアウトランナーが一塁です。打った中村ですが、今近めの球ですが、ナイススイングですね。いいスイングでいい打球打ちましたね。もう返す返すも、開幕からの30打席程度はもうもったいなくてしょうがないですね。高めいっぱい、田村もアベレージが2割4分7厘。おっと、ちょっと逆を突かれました中村。田村もバッティング面では昨年もうなんていうんでしょうね、レギュラーっていうようなものを確実に手にしたかと思われたんですけど、ちょっと今シーズンは、もう一度スタート地点に戻ったっていうような感じもありました。さあライトへのフライです。浅く守っていたライト松本がランニングキャッチしてスリーアウト。4回の裏マリーンズ得点ありません。4回終わっています。映像として
映っております。さあこれから5回の表ファイターズの攻撃は4番の中田から。なおマリーンズですがファースト福浦に代わって高浜が守備位置につきました。福浦が、まあ、小宮山さんちょっとこうスローイング肘に違和感かなんかあったようですね。まあ、投げるのがちょっと思うようにならないので、はい、ちょっと変な感じだったというようなことになったと思うんですよ、はい、なので、まあ、交代ということが、まあ、仕方ないのかなという気がしますけど、ね、そうですね。この回から守備についています高浜です。ワンボールツーストライク。レフトスタンドのファイターズファン、4回までヒットを許していません涌井。毎回2個ずつの三振を奪っておりまして三振は8つ。センターに弾き返しました。センター前のヒット、ファイターズの初安打が出ました。ノーアウトランナーが1塁。ちょっと詰まった打球でしたけれども、なかなかこうコンパクトに、会心でしょ。会心。おう、あの打球が、あのボールが歪んだおかげでスライドしながら飛んでってますから。あ、なるほど。むしろ会心の打球ですか。バックネット裏の高いカメラで映した映像だったらよくわかると思いますよ。かなりボールがドローになってますから。うん、いや、あの確かに飛んでいく打球がね、こうなんていうのか、揺れて飛んでいくというか、でこうドローで、ね、ボールが当たった瞬間に潰れて、はい、ちょっと変形しているので、うん、それの変形に合わせてまっすぐ飛ぶのに空気抵抗を受けてスライドしていくっていう、そういう打球になりました。これはバットの先です。レアードの打球、センターの荻野が早くから右手を上げました。荻野掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁。6番セカンド横。まあ、レアードはいつものレアードらしい、これが先ほどの中田のバッティングですが、この打球ですね。ああ、ここでね、センター荻野が構えているところからずっと切れましたもんね最後。この公式のボールで打球がこんなに変化するってあんまりなんじゃないですか。ボールが当たった瞬間、コンタクトで潰れた時に、はい、まあ、変形したまま飛んでいけば、ええ、空気抵抗がいびつになります、はい、その変形している方向に向かって多分変化していく。レフト線ライト線のこうラインドライブとは違うわけですよ ね、 そうですね、はい、ええ、あとは本当に会心の当たりだと回転せずに飛んでいきます、はいはいはい、それでナックルボールみたいな感じになる、ね、ということですね。内野のショートライナーとかセカンドライナーってよくありますもんね。バッターは横、ワンアウトランナーが一塁。今日はマリーンズの選手は全員背番号6をつけてプレーをしております。井口忠人の引退試合。ワンアウト一塁。116キロのカーブ。力のあるこの横尾です。うん、150キロ。
2ボール2ストライク。高め、空振り三振。今のは小宮さん、なんか投げ損なったボールですか？ですかね、ただバッターからすると、はい、まあ、落ちるフォークボール投げようと思ったら抜け気味だと思うんですけど、バッターからするとやっぱり球が速くて、コントロールいいですよね、はいはい、なのでストライクゾーンでボールを待つといういつもの気持ちよりもさらに強くなってると思うんですよ、うんうん、で今の高めのボール抜けた感じのボールですから、はいはい、変化球だって分かったので止まらなかったんじゃないですか、なるほどね、ストライクゾーンに来ると思って打ちに行ったら、はい、来なくて高めに抜けて抜けてきたので、うん、横三振9つ目バッター太田大志、まあ、投げ損なったものがかえって幸いしたというような形でで言うと、ミスしてるのにミスがミスになってないので、うん、涌井の方に流れがありますから、そうですね、もうあとはもうスイスイ投げていけるところまでみたいな感じでいいんじゃないですか、はい、球数も今ちょうど60球目を投げたところ、5回の表2アウトランナーが1塁です、ボール2、もう太田が打ちに来るというところも考えてアウトコースにスライダーボール球でしたね、はい、見逃せばボールですけども、はい、見逃せずにスイングしてしまうぐらい、いいボールなんだろうというふうに思います、なるほど、2ボール1ストライク、詰まっています、セカンドゴロ、鈴木大地がショートへトス、スリーアウト、5回の表ファイターズランナー1人残塁無得点です、ですが通算1500奪三振、まあ、1501、1502数字を伸ばしています、さあバッターは平沢、まあ、この平沢にはとにかくポジション取ってもらいたい、まあ、そんな簡単にね、うん、プロのレギュラーをつかむってかなり難しいですから、はい、しかもポジションがショートということでね、本当に大変なところですから、うん、まあ、今年バッティングも守りも両方ともね、何かこう、目指しているものはあるんでしょうけれども、ちょっと迷ってしまった、まあどうなんでしょうね、スマートに全部やろうってしてるような感じに見えてしまうので、もう本当に若いうちはもうがむしゃらなくて、必死さみたいなものが伝わらないと多分ダメだと思うんですよ、あー、なので、まあ、シーズン中はね、まあ、仕方ないにしても、まあ、周期練習中にどれだけがむしゃらになれるかじゃないですかね、まあ、怪我でミキが、ね、戦列を離れましたが、それまでミキがこうポジションを取りかけてきたというような状況がありましたからね、はい、だから本当にいい意味で競争する相手が何人もいる状況ですから、見逃し三振、今みたいなところですよね、はい、なんかやっぱりこういうところでね、しぶとくね粘るというような姿勢をもらいたい平沢ですが、見逃しの三振、ワンアウト、この
大峰ショートもいますしね、まあ、今年は中村もショートを守りましたし、まあ、来年のキャンプまたショートのポジション争いというのが一つテーマですね。あ、そうですね、誰か一人が、はい、俺がレギュラーだっていうふうに周りが認められるような、うん、そんな選手が出来上がらない限り毎年のように競争だっていう話じゃないでしょうかね。そうですよね、うん、バッターは加藤、先ほどは見事なホームラン、先制の1点を取り出しました。林さん、はい、打ったのはストレートです、井口さんの引退試合なので、うん、選手もファンも勝って送り返したいという思いがあるでしょう、うん、この試合で今までで一番のホームランが打てました。あ、6番のこのユニフォームが力を出させてくれました。偉大な番号です。恩返しというか成長した姿を井口さんに見せられるように頑張ります。今日のゲーム絶対勝ちますとの指定です。はい、今日は全員が井口の背番号6をつけてプレーをしております。まだあのはっきりしたことは分かりませんが、この6番が空き番号になることも考えられるわけですもんね。いや、そのまま背負って監督やっていいんじゃないですか。ね、それもありだなと思いつつ、まあね、一桁の番号で監督やっちゃいけないっていうルールないですからね。まあ、6番で言ったらね、はい、ヤンキースで上等が6番で名監督ですから。センターへ抜けました。センター前のヒット、加藤は今日2打数2安打。だからまあ日本ではあの王さんと長瀬監督さんが1番3番をつけたぐらいで、あと1つの番号ってどうですかね。あって言って中西さんがプレイングマネージャーの時、まあ、あれはプレイングマネージャーなので、ね、6番だったかな。監督選任ではね、あまりない相手ですよね。まあ、バレンタインが来て2番しょったぐらいです。はい、そうですね。第1打席でツーベースを放っています荻野。センターの西川が右寄りに守備位置を変えて、太田大志が左中間寄り。ワンアウトランナーが1塁。足の速い加藤ですから、足を絡めた攻撃を見せるかどうか。この5回の裏、ワンアウト一塁です。ファイターズの内野はダブルプレー体制。まあ、ヒットエンドランを仕掛けるタイミングをどこにするかということだと思うんですけど、はい、ランナースタート。ここで打ちましてピッチャーゴロ。高梨は二塁を見ずに一塁に投げました。まあ、可能性としては今高かったですよね、はい、変化球がボールになった後でしたから、ワンボールの後なので、まっすぐ系統でカウント取りに来る可能性が高いということ で、はい、でファイターズサイドからすると裏を変えてまた変化球を続けたんでしょうけど、まあ、荻野の方がね、うまくチェンジアップ食らいついて転がしたということで、はい、欲を言えばもう少し一、二塁間よりも強い打球が打てればということなんでしょうけども、まあまあ、ランナーを進めるということで言えば進められたので、はい、まあ、合格ということですけども、ツーアウトランナー二塁となってバッター3番の鈴木です。ファーストフライト、フォアボールという鈴木大地。さあ、ここは加藤を返せるかどうか。2アウトランナー2塁という形を作りました千葉ロッテマリーンズ。まあ、ランナーの加藤も井口の引退試合というこのいつもと違う空気の中でホームランとヒット2打数2安打、これはやっぱりね、大きな財産になりそうですね。まあ、お客さんが満員でという状況ってなかなかないと思いますし、まあ、雰囲気も本当に異様な雰囲気なので、はい、まあ、でもね、日本シリーズなんかはもっと独特な雰囲気になりますから。そうですよね、うん、ライトスタンドのマリンスファン。ワンボールワンストライク。
ドイツだったんですね。昨年は日本シリーズ頂点まで上り詰めましたファイターズ。マリーンズは昨年はクライマックスシリーズ進出したんですが今年は逃しています。ワンボールツーストライク。ちょっと低いのかな。2ボール2ストライク。まあ審判がよく見えるところでちょっとミット上に上げちゃったからですかね。なるほどね、うん、止めるだけに届けておけば、はいはい、したら手が上がったかもしれないですね、うん。ファールボールです。キャッチャーとしてはやっぱり まあ、いつもの癖といってはなんですけども、ああいうところにクッとこう、とっさの反応でいうと、計算して反応って多分できないので、はいはい、ボールが来て受けた瞬間に低いと思ってるので、うん、ついつい上げるということです、ね、でしょうね。なので、うん、低いってキャッチャーが思ってるっていうことを審判に教えてるってことですから、それを審判が見た瞬間に今手を上げたなってそういうジャッジじゃないですかね、持ち上げたなと、うん。キャッチングっていうのも細かい部分まで追求すると難しいですよね。基本的にルールで、はい、ミット動かすなっていうことになってるので、2ボール2ストライク。フォークボールは前で止めました。キャッチャーは清水。2アウト2塁、3というフルカウントです。落ちる球、ファールボール。5回の裏で球数が85球に達しています。打ち上げました。セカンドが下がってセンターが前にしてセカンドオープン。セカンドの横尾が使いましたがセンターの西川が猛烈な勢いで突っ込んでまいりました。まあ怪我はなかったようです。セカンド横尾が掴んで3アウト。5回を終わりました。ゾゾマリスタジアム1対0マリーンズリードしています。さあ6回の表ファイターズの攻撃は8番のキャッチャー清水から始まります。5回目までの涌井は、まあ、ヒットを中田に許しましたけど小宮山さん完璧と言っていいでしょうね、はい、う内容は今シーズン最高ですね、今のところ、はい、ファールボールです。今シーズンの成績が5勝11敗昨年は2桁の10勝をマークしました涌井。9月2日この日本ハムとの20回戦で2011年西武時代以来という6年ぶりのマリーンズ移籍初の完封勝利をマークしました涌井。あの試合のヒットが5安打ですね。5安打6三振1フォアボール。今日はここまでフォアボールはありません。1安打9奪三振。
リーというフルカウント。という感じ伸びてますね。そうですね、本当にいい感じのボールになってますね。はい、鈍い音をしましたがレフトの前に落ちました。ヒット詰まらせたんですがレフト前のヒット、これはもううまく運ばれたっていう感じでしょうか。まあ、バットが折れてますね、ピッチャー投げかってるんで、はい、まあ、これはしょうがないんじゃないですかね。ここで落合コーチがマウンドに行きましたが、ちょっと投げ終わった後指を親指の付け根あたりを気にしていたんですが、左手ですかね。左手は投げる方なので関係ないから大丈夫。グラブをねはめてる方ですもんね、左手だったら。右手ですよね。あ、でも鈴木大地が左手の付け根、一度ダグアウト下がりますか。そうですね、左手の親指、指全体の、なんか気にはしてます。左手がつってますね、今の感じだと。あ、つった。はは、左手足つったことありましたよね、今シーズン。はい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 。でいうと、体がどうしてもそういうつる癖になってる可能性があるの で、でそれが、まあ、親指がつるという状況でいうとやっぱ左手うまく使えないということなので、一度ダグアウトに戻りますが、小宮さん、そういう場合ダグアウトに戻って処置ってのはどういう処置を受けるんですか。指がつってるわけですから、その痙攣している箇所をほぐしてあげて、うまく収縮できるように、ということしかないので、施術で言えばそれですよね。なるほど。あとは、まあ、投げる方の手ではないので、テーピングで、その動きのサポートをしてやるように、という可能性はありますけど、感覚的に投げることに影響っていうのはどうですか。ごめんなさい、全く分からないです。要は釣ったことがないので、経験がないと分からないですよね。そうですよね。でも指を釣るって結構珍しいですよね。要はね、使いすぎた時に、釣る感じはありますよ。投げた日の夜なんか、意外と指こうやって、ほぐそうとして自分で動かした瞬間に釣るっていうことはよくあるので、ただそれがこの試合の最中、途中で投げてない方の腕に出たっていうのがちょっと心配ではあります。そうですね、逆にね、なぜ今左腕、はい、はい、北川さん、今心配そうに伊藤監督もベンチからロッカールームに戻っていきましたね、いけるかっていうような声が聞こえました。こんな言い方すると枠に怒られるけど、右手じゃなかったら投げろよって話です。確かに、確かに。僕は自分の話で恐縮ですけど、横浜に移籍した時、広島市民球場で、浅井選手のピッチャーライナーを左手首に食らって、僕投げる時長袖しか着ないので、長袖の下に、手首に数珠巻いてたんですよ。はい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 。数珠が砕け散るぐらいの感じのライナーを受けて、もう痛くて、こうやってアンダーシャツの袖を落とした瞬間にボタボタボタって球が落ちるぐらいの感じの、でも全然動かなかったですよね。でも1週間に1度しか投げないから、このチャンス逃したくないからもう、テーピングでぐるぐる巻きにして、でグローブなんかこう閉じられないわけです。はそれでも放りました。これで、キャッチャーからのボール取るのも、もう女の子が取るみたいな取り方で取ってたっていう。はあ、分かってきましたね。そんなもん左手が痛いで交代なんてありえない。確かに、
いやでも手首あのね、あのただぶつかっただけだって息が止まるくらいのなんか痛さ、あのそれはあれです、あの親に感謝しないといけないのは、痛みに鈍感だと、人が感じる痛みよりも多分僕はあの鈍いんで、はい、ちょっとやそっとじゃあそこまでの痛みには感じてなかったからできたのかもしれない。後が大変だったんですよね。あのもうですね、びっくりしました。今度は足ですか。今度は足、これはもうダメですね。あ、もう足つったらもうアウトですね。うん、いやでもなんかこれ珍しいですね、こんな、指をつって足をつって、これはもう体質の問題なので、あ、脱水症状に近い感じでこうなるってことは、今後こういうことがもうついてまいりますから。これはでも、まあ、5回は投げ切ってますけれども不本意ですよね、涌井自身もね、マリーンズピッチャーの交代を終わりました。ちょっとね、鈴木大地もちょっと苦笑いっぽく笑顔してましたけども、はい、笑ってられる状況ではないと思うんですね、選手生命としても、毎回こういう可能性があるということになってしまったので、これはちょっとね、涌井がどの程度重たいものって受け止めてるかわからないですけど、本当に一度いろんな検査とかしないといけないレベルだと思います、これだけこう快調なピッチングを続けてきた、まあ、だけに、で、まあ、今日はそんなに暑くないじゃないですか、状況になるということは、本当にそういう意味で言うとドクターともよく相談していかないと、選手生命に関わるような事態にもなりかねないですよね。いや、無念の交代ということになりました、涌井。変わってピッチャーが松永とコールされています。ちょっと準備はどうでしょう。最初に指の違和感を訴えた時にあそこからでしょうからね、今、まあ、映像を振り返ると、はい、涌井がダグアウトに下がっていった瞬間に、石抜コーチがブルペンに連絡はしてるんですよ、はいはい、なのでそのタイミングでもう準備は始まってますから、まあ、通常ね、ブルペンのピッチャーたちが準備をするということでいうと、はい、もう本当に急にマウンドに上がらなきゃいけないという状況もあるので、はい、それで言ったら問題ないです、うん、今ぐらいの時間があるんだったら、はい、ブルペンで、行く行かないは別にして用意しなさいって言われて準備してたと思いますので、はい、まあ、十分球放ってると思いますから、はい、まあ、でもこれね、今審判が横にいて、アクシデントでの降板ということを認めてくれてるみたいですから、はい、まあ、思うだけ投げれるので、大丈夫じゃないですか。普通だったら5球ですよね、はい、まあ、松永の方からあと1球っていう風に、あの通常ブルペンのピッチャーたちは、はい、あんまり投げるのを好まないからなるだけ少なくしてくれっていう、そういうリクエストですよ、さあ緊急登板ということになりました松永。ノーアウトランナーが一塁です。マリーンズのピッチャー松永、アクシデントで無念の降板、9番ショート涌井、石井和田に涌井は70球で交代ということになりました。まあ、そういう意味で言うと涌井も 石川もですね、まあ、涌井は完封勝利っていうのはありましたけれども、うーん、シーズンを通してね、ちょっとこうこの両輪がやはり最初から最後まで、そうですね、残念ですね。さあバッターは石井一成、バントの構え。
左ピッチャーの松田がマウンドに上がっています。サード中村が前に行きます。おっと引いて、あっとキャッチャー後逸、田村後ろに反らしました。パスボールです。サイン試合ということもないでしょうし、ちょっとこのいやバントの構えをしたんで、これでちょっと今ねランナーの方を見ましたよね。なるほどね、いやしかしこのバッテリーミスは大きい。ノーアウト二塁になりました。石井は依然バットの構え、ファールボール。白井コーチのシグナル、ファーストの高浜がバントに備えて今度は前に来ています。ノーアウト二塁になりました。ワンボールワンストライク。キャッチャー二塁牽制、あっとそのボールがセンターに来ました。ショートの平沢、まあ、ワンバウンドの送球になりましたけども、やっぱりあそこはしっかり平さんを止めなきゃいけないですね。いいボールがいってればアウトのタイミングですが、二塁ランナーは清水、バントした強い打球、ワンバウンド松田が三塁送球、タッチはアウト。まあ松永のフィーディング、今もうステップを踏み替えることなく三塁送球しました。打球がちょっと一回上に上がったのでスタート遅れてるんですね、はい、ランナーの、それでまあ躊躇せずに投げたんですけど送球がそれてるんで、うん、はい、これあのチャレンジしたら多分セーフ。あ、なるほどね、そんな感じに見えなくはないんですよ、ね、はいはい、まあ、今日本にはないですけども、近い将来おそらくあのチャレンジシステム日本にも多分導入されると思うので、ワンアウトランナー一塁となってバッター西川、まあ、ただやっぱりそういう意味で言うとあの牽制もなんて言うでしょうね、センターへ抜けてランナーが、清水が、ね、二塁に行かないで済んで、あの牽制もなんとなく生きたような気がしますよね。いい当たり、セカンドの正面、ランナー飛び出した、ダブルプレイ。石井一成、二歩三歩と刀を踏むように前に飛び出してしまいました。セカンドから一塁に送球されましてダブルプレイ、ノーアウトのランナー6回の表ファイターズ得点につなげることはできませんでした。6回の表を終わって依然1対0マリーンズリードです。あるというか、まあまあ流れはね、あの、はい、そういう感じでマリーンズサイドにということでいいんじゃないでしょうかね、1対0とマリーンズがリードしています。そして福浦に代わって途中から守りについている高浜、今日の対試合の井口です。ボール2、まあ、このボールが先行してやっぱり立ち上がりからちょっとボールが暴れているという表現を小宮さんが使われましたけど、そういうところありますね。あの微妙なところだとは思うんですけども、コントロールできてない方に近い。そうですね、ショートフライ、ショートの石井和内つかみました。まあ、全体を見れば、はい、そこまでバタバタしている感じではないんですけども、ところどころ見るとやっぱりボールが言うこと聞いてないなっていうそんな印象なんです、はい、ボール2からやや高めボール気味の球を角中打ちましてショートフライです。ワンアウト、
さあ井口がオンデッキ、三打席の準備をしています。高浜もマリーンズ期待される若手のバッターの一人。若手って言われていつの間にかベテランになってしまうってことありますもんね。まあ、僕らの感覚で言うと、はい、まあ、ひどい言い方すれば、万年若手ってやつ、ね、例えば練習をするっていう時に、線を引かれるところ、誰それよりも、下が練習、なるほど、その誰それも含まれる最年長が万年若手っていう役割ですよ。ファールボール。本当はね、若手から中堅っていうものがあってベテランなんですが、そこら辺のなんかこうキャリアの中でね、それこそね、まあ僕入団した時のことで言えば、はい、40過ぎでやってる人なんかも村瀬さんしかいませんでした。あ、レフトフライ、これはまだフェンスに距離がありました。岩田長治さん、はい、ですよね。なるほど、井口は今年42歳。さあ、その井口が第3打席に向かいます。本当40歳を超えるって現役を続けているプレイヤーって数少なかったんですが、今の時代はもう本当に節制をして、野球のためにっていうそういう連中がたくさん増えたというふうに思います。でさらに言ったあとは契約ですよね。今までは単年でしたけども、複数年の契約が主流になってきたので、はい、それによってある程度の年齢までカバーできるっていうそういう感じですよね。ライトポール際の打球、距離は十分ですが右に切れました。ファールボール。そういうさまざまな環境がね変わってきているわけですが、ただ日米通じてこのゲームは2408試合目という井口。この大合唱もいいですね、これ。個人的にこれ大好きなんで、はい、3-2フルカウントになりました。2009年から来まして2010年の優勝には大きく貢献した井口。高めの球、空振り三振、146キロ。フルカウントからスイングアウトの三振に倒れた井口。第3打席、思い切ってバットを振っての三振でした。6回終わっています。マリーンズマウンド上に3人目のピッチャー南が上がりました。18試合0勝1敗防御率 4.32 という南です。今日はマリーンズは全員が井口の背番号6をつけてプレーをしています。その井口ですが、小宮山さん、第3打席は空振りの三振、はい、ちょっとね、スタートの声援に気持ちがいってましたので
まあ、高めのボールで振ってしまったので何とも言えないんですけど、フルカウントまで行ってね、はい、結構な時間かかってましたから、ちょっと個人的には喜んでたんですけど、なるほど結果が残念だったので何とも言えません。最初にファールをポール際で、ね、距離十分という打球を打って、はい、ちょっと井口も一発っていうのは、そういう思いは絶対あると思います、ね。うん、はい、逆に、ね、今日これだけお客さんが来てくれて、ホームラン期待されてるだろうなって思ってるにもかかわらず、ヒット狙いじゃ失礼でしょ。確かにね、それはもう三振やむなしでもう思い切っていこうっていう、それでいいと思います、ですから、まあ、あのボールサーブでしたけど空振り三振で終わったっていうね、はい、もう全然もう何でも言わないです、見てるファンも納得する、さあ7回の表2番の松本から始まります。ファイターズの攻撃。さあ井口がもう1打席回ってくるには、井口で終わりましたから、マリーンズの攻撃の中で、3人走者が出なければいけない、最低3人出なければいけないで、そうでなければもう一つはファイターズが逆転してくれて9回の攻撃を、まあ、マリーンズが行うということになるわけです。一塁線、いや一塁の左破りました。松本ライト前のヒット、ノーアウトランナーが一塁です。ファイターズのヒットは3本目。さあそして涌井に対しては2打席2三振の大谷。ファイターズのこの回が一つポイントですね。そうですね、まあ、先頭こうして出たことによって、はい、かなりいろんな攻撃のオプションありますんで、ただでもクリーンアップを迎えるというところでいうと、はい、まあ、あまりね動きようがないとは思うんですけど、ノーアウトランナーが一塁です。二三振の大谷、その後4番の中田にはヒットが1本出ています。そしてレアードも涌井からは三振とセンターフライ。ボール2。涌井がアクシデント、指とそれから足をつるというアクシデントがありまして、まあ、6回は先頭バッターにヒットを許したところでマウンドを降りています。その後松永がよく抑えました。この回から3人目の南。ボール3ストレートのフォアボール。ノーアウト二塁一塁で落合英二ピッチングコーチが行きますが、ちょっとやっぱり先頭バッターにヒットを打たれて大谷に対しては勝負できなかったですね。打たれたヒットも追い込んでからのヒットでしたから、はい、まあ、かなりショックが残るヒットですよね。で、まあ、やっぱりねランナーを置いて逆転される可能性があるバッターですから、はい、うん、ちょっとやっぱりコワゴワとということなんでしょうけど、さあ4番の中田を迎えます。風はレフトからライト方向に3メートルと、まだこのゾゾマリンスタジアムとしては弱い風。ノーアウト二塁一塁、1点を追いかけるファイターズの攻撃。いい当たり、レフトの左へヒット、二塁ランナー三塁を回った。白井コーチは手をぐるぐる回しています。ボールは今内野に帰ってまいりました。同点、1対1、松本が帰って同点。中田の初球攻撃、レフト前タイムリーヒットです。大谷に与えたストレートのフォアボール、その後の初球でした。
そして中田に代わってピンチランナーが起用されます。まあしかしホームランにならなくてよかったという、まあちょっとねシュート回転しながらインコースに来ているので、ちょっと窮屈な感じの打ち方にはなっていると思うんですね、うん、でもやっぱり高い分だけレフトに運ばれているのであれがもうちょっと低ければゴロになっている可能性もあったんですけど、うん、同点タイムリーの中田、そしてバッターはレアード。1対1です。なお二塁一塁、ここを南が、ね、どうしろいかですけども、とりあえず同点になりました。これで涌井の勝ち投手の権利はなくなっています。ピンチランナーは太田健吾。ライト右のフライですが、これはスタンドに入ります。ファールボール。ワンボールワンストライクです。レフトスタンドのファイターズファン、現在32本のホームランというレアード。まあ、ソフトバンクのデスパイネがホームランは現在トップを走って34本ですから2本差。いい当たり、センターの左、頭の上を越されました。ダイレクトディフェンスにぶつかっています。二塁ランナー大谷、振り返りながら今ホームイン。そして送球が二塁に送られてタッチアウト。レアードはタッチアウト。しかし一塁ランナーは三塁に進んでいます。2対1ファイターズ勝ち越し、1点のリードに変わりました。今レアードずいぶん二塁に行くのに時間かかりましたね。いや、はい、そうでもないです。普通です。あんなもんですか。打球が速くて、センターからの送球がもう全く問題なくカットプレーできたので。なるほど。まあ、本人にしたら一生懸命走ってますけど、全く無駄な動きなしの中継なので、はい、本人一生懸命走ってますけど、そもそもが遅いのでそうですよね、はい、だって一生懸命走ってますから。荻野貴司が内野にボールを返した時にまだ一塁回ったところでしたもんね今。レアードタッチアウトになりました。シングルヒット。しかし2対1センター左のフェンス直撃の勝ち越しタイムリーです。なおワンアウト三塁、内野バックホーム体制。バッターは横尾。南があっさり逆転を許したという形ですが、ちょっとボールも高いし力がないかな。ちょっとコントロールがね、思うようになってないので、はい、バッターは横尾。ワンボール。ツーボールになりました。永田のタイムリーで同点。レアードのシングルヒット。センター左のフェンス直撃のシングルヒットで勝ち越しを許したピッチャーの南。2対1とファイターズ1点のリードに変わっています。ボールワンストライク。
高富。ワンアウトランナー三塁。南としてはこれなんとかね、三塁ランナーは切りつけにしたいところ。ツーボールツーストライク。内野手はバックホーム体勢、前進守備。空振り三振。145キロ高めのボール球。まあ完全に横尾としては釣られてしまったという感じですか。そうですね。今日は3打席3三振という予報です。さあバッターは太田大志。まあ、あのワンアウト三塁というシチュエーションでの予報のあの三振でやっぱりちょっともったいないですよね。初球を打ちました。詰まっています。ショート後方、レフト前進、角中使いました。スリーアウト。南勝ち越しは許しましたが、しかしその後を踏ん張っています。7回の表終わりました。2対1ファイターズ1点のリードに変わりました。さあ高梨はこの7回もマウンドに上がりました。球数が今度が101球目。中村初球打ち詰まっています。セカンド後方、右中間浅いところ、面白いところだ。追いついた。ライトの松本が追いつきました。ワンアウト。ワンアウトです。今日の監修が発表されまして、3万飛び飛びの96人、3万人を超えました。ゾゾマリンスタジアム、そして正面玄関のパブリックビューイングにもたくさんファンの皆さんが、ね、いらっしゃいます。樋口隆と引退試合。樋口は第1打席にレフトの右へヒット、第2打席はセカンドゴロ、そして第3打席はスイングアウトの三振です。1点を追いかけるマリーンズ、7回の裏ワンアウト。バッターは8番の田村。アウトサイドいっぱい、ワンボールワンストライク。アメのストレートをファウルして、ツーボールツーストライク。勝ち越してもらった直後のイニングですから、この回は非常に高梨にとっても大事。中村が初球を打ってライトフライ。バッター田村、ツーボールツーストライク。セカンドゴロ正面です。セカンドの太田、一塁横に送りました。ファイターズの守りはピンチランナーの太田がセカンドに入って、セカンドの横尾が一塁に回るという中田が退いています。ツーアウトです。ツーアウトランナーなし。この回は高梨なんか非常に力を込めてボールを投げてきてるっていう感じですか。まあ、ある程度力があるボールが投げれてると思うんですね。まあ、それは立ち上がりから、まあ、加藤のホームラン1点に抑えてるわけです、はい、でリードしてもらったところでちょっとなんか力むかなと思ったんですけども、全くそんな雰囲気もなく、うん、まあ、スイスイ投げてる感じ、まあ、この辺がやっぱりその先発ピッチャーの一番重要なところなので、まあ、逆転したからどうこうなんて余計なこと考えずに、同じペースで投げれるかどうかって本当大事ですから、ね、なるほどね。ファーストのファールフライです。横をこのゾゾマリンスタジアム、広いファールグラウンドの中央で横尾が掴んで3アウト。7回の裏マリーンズ下位打線は簡単に3人で終了しました。7回終わっています。
まあね、またここに来て後輩が出てきましたけど、西井、中村、うん、でこの大谷で言えば、はい、一番頑張ってると思います。昨年はねやっぱり故障で苦しみましたけども、3勝2敗防御率は 3.17 という大谷。8番キャッチャー清水。さあこの8回ファイターズも8番の清水から始まるというオーダー。2対1ファイターズわずかに1点のリード。センターの方からの映像で投球を見ると、小宮山さん、ピッチャーのあの一桁の番号っていうのもなかなかこう新鮮ですね。まああの、そうですね、メジャーリーグの方で何人かいますからあれですけど、まあ、1番以外のね、はい、数字しょってってなるとなかなかねいないですもんね。日本では見られませんよね。2ボール1ストライク。まあ、昭和で言ったら、うん、バッキースタンカーするんじゃないですかね。そうですね。小山さんも随分やっぱり長い歴史をご存知で詳しいですね。嫌いじゃないので。嫌いじゃない。でも見てないでしょ。生では見てないですね。ただあの過去を振り返った時の、はいはい、甲子園で王さんにぶつけたぶつけないで、映像で亡くなった荒川さんとの、ね、はいはい、戦い、うん、はい、そういうのはもう承知しているので、そうですよね。私も、まあ、バッキーは見てますけど、スタンカーさんは特にパリーグの試合ってなかなか、ね、そうですね、当時はもうほとんどなかったですから、ね、日本シリーズぐらいですもんね。そうでしたね、あの2人は1桁番号でした。2ボール2ストライク。まだね、数球しか投げてませんけども、はい、相当やっぱり今きついんじゃないですかね。体がちょっとなんか思うように動かせてないような感じなので、あ、少しこう抜けるような感じのボールがね、この一打席だけでも目立ってます。やっぱりシーズン50試合を超えての登板というのは相当、ね、相当タフだと思いますよ。いい当たり、センターへのヒット。清水は先ほどの打席に続くヒットを放っております。ノーアウトランナーが一塁。ファイターズ6本目のヒット。やっぱりリリーフピッチャーって50試合に登板して、まあ、投げているわけですけども、ブルペンではやっぱりその倍ぐらいは肩作ってるわけでしょ。どうなんですかね、それはチームによって事情が変わってくるので、何とも言えないんですけども、まあ、僕はロッテに戻ってきて、はい、ブルペンに入るようになって、まあ、当時バレンタイン監督ですけども、はいはい、投げる、予定つもりにならないとブルペンで準備をさせないシステムだったんですよ。小林正秀だけ9回投げるかもしれないということで、一度7回でブルペンで準備をする、はい、でそれ以外のピッチャーはもうしないっていう方向で、あ、ただなるほど、あの投げないと気持ち悪いっていう連中は、うんうん、まあ、終盤ちょこちょこっと、まあ、藤田にしろ薮田にしろ、はい、投げてはいましたけども、それ以外のピッチャーはあのほとんどもう連絡ない限りブルペンでもピッチングをしない。なるほど。でそれでいうと2週間ぐらいブルペンでピッチングしなかったことありますか。あ、そうですか、はい、あ、出番もなければそうですもんね。石井がさ、ここは送りバントを決めました。ピッチャーの前、キャッチャーが飛び出して田村からベースカバー、セカンド鈴木大地に送られました。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。でその代わりその投げない感覚が続いているので、はい、うん、できるだけいつも同じようなフラットな状態にしたいので、はい、練習の時間でちょっと強めにキャッチボールをして肩肘に刺激を与えるみたいな、なるほど、そんな感じで調整はしてました。
ってもやっぱり2週間もそのマウンドから、はい、傾斜のあるところから投げない、まあ、それでいうとちょっと自慢に聞こえると怒られるけど、投げる才能があったんですね。なるほどね。全然、はい、10日投げなくても普通にストライク放れましたね。あ、そうですか。それはお見事。さあ、ワンアウトランナー二塁、バッターは西川です。ピッチャーによってやっぱり毎日、いや、もう毎日でも投げたいっていう選手の方が多いですよね。2対1、ファイターズ1点のリード、追加点のチャンス、8回の表、ワンアウトランナーは2塁です。今日西川はヒットがありません。セカンドゴロ、ファーストゴロ、いい当たりでしたがセカンドライナー。ワンボールワンストライク。いい当たりだ。すくい上げた。右中間、浅く守っていた外野の頭の上、ワンバウンドフェンスに当たりました。二塁ランナー三塁を回ってホームイン。ウッドランナーの西川は三塁へ。タイムリースリーベースヒット。3対1ファイターズのリード2点に変わりました。インサイドより低めの球、西川がきれいにすくい上げました。ちょっとこうシュート回転で真ん中に入りましたかね。やっぱボールが言うこと聞かない理由は、やっぱりかなりやっぱ体調が思うようにならないということだと思うんですよ、はい、で微妙なそのズレが生じることによってボールが思うように言うこと聞いてくれない、はい、特にシュート回転する理由って、体がやっぱり鈍くなっていると動きがちょっとばらつきますから、でそれによってリリースポイントが一定せずに、はい、ただある程度一軍で投げてるピッチャーってコントロールできるので、ストライクゾーンにボールを投げることが可能なんですよね、はい、なので微妙にずれてるんだけど手先でこう作業するとストライクゾーンには放れるっていう。これは松本初球打ちはファーストファールフライです。西川はホームを伺う構えだけ戻っています。なるほど。ですからストライクゾーンに行った球がシュート回転真ん中に入ることもあるわけだし、そうですね、今はいいところに行きましたけども、松本を打ち取って2アウト。バッター3番の大谷です。さあ今日は三振2つとフォアボール、ヒットがありません大谷。岩手の宝というサインが書かれてますが、日本の宝ですね。岩手の宝であることは間違いない。まあ、これもね、この状況だともう、はい、おそらくもうフォアボールで一塁歩かせると思うんですよ、でキャッチャーがこうしてボールゾーンに構えます、はい、投げますということで、歩かせますという、でアメリカだともうね、ベンチからサインだけですよね、指4本出した瞬間にもインテンショナルウォークが認められて、投げずに走るということで、これは本当に、まあ、こんなことないと思いますけども、セットが不十分で止まってないボークみたいなことで点が入るとかね、そういう可能性もありますので。はいはい、どうなんですかね、あのインテンショナルフォアボールってのは、まあ、時間短縮でどうこうなんていう理由らしいんですね、でも実際時間短縮するんだったら、はい、チャレンジってなんだよ。そうですよね。本当も、まあ、私も全く同じ考えですよ、ただあのチャレンジに関しては微妙な判定なので、野球をする上で必要だということで、はい、認めるということ で、じゃあこの敬遠はまあ、すいませんか、頭下げたら一塁行ってもらうでいいのかって話になっちゃうので、まあ、微妙な感じではありますけど、まあ、やっぱりね、敬遠のボールを打ったなんていうシーンもありましたし、ワイルドピッチもあったし、ボークもあるし、いろんなことが起こりうる可能性がやっぱりある
でピッチャーがやっぱり投げにくいわけでしょ、あの敬遠の、まあ、僕はそんなことないんですけど、緩く投げるのは苦手な連中がやっぱりいますので、その連中はやっぱり結構往生してますよね、やっぱり何かが起きる可能性っていうのは結構あると思うので、そういうと本当あの時間短縮だったらチャレンジを考えた方がよくいいっていう、ふうに思いますね、まあ、日本では導入しないでほしいなと切に思います。さあ2アウト3塁1塁でバッター太田健吾、今ねこの大事な場面でルールの話引っ張り出してきてどうかなとは思うんですけどやっぱその野球ベースボールのルールが国によって違うってことはあってはならないと思うので、できれば統一しないといけないだろうというふうに思うんですけどね、そうですね、まあ、国際的な大会も開かれているわけですからね今、あ低めいっぱい144キロ、いいボールでしたがわずかに外れています。ツーアウトランナーが三塁一塁、西川のタイムリースリーベース、3点目を取りましたファイターズ。当たりそうね、セカンドゴロ、鈴木が待っている、ショートへトス、スリーアウト。4点目は許しませんでした、大谷踏ん張りました。8回の表終わりました、3対1、ファイターズ2点のリードに変わっています。小宮山さん、特にあの7回のね、あの勝ち越した直後のイニングの投球、非常にあの何かいい形で終われたかなっていう、もちろんね、3人で片付けましたから、いいピッチングだと褒めたいんですけど、先頭バッターの中村が簡単に初球打ってしまったので、そこはやっぱりね、もちろん狙い球絞って打席に入ってきたと思って打ってるんでしょうけども、結果そんなにいい当たりではなかったっていうところが、ちょっと残念なところではありますね。なるほどね、まあ、ですから守る側からすれば本当にいい形でアウトを取れたし、そうですね、逆に攻撃する側からすればもったいない残念、初球のアウトって、本当に、まあ、攻める側からするとがっかりだし、守ってる側、特にピッチャーからするともう本当にありがとうなんです。そうですよね。代わってピッチャー長身のマーティンが上がりました。マーティンも今シーズンは38試合に登板して、防御率は 1.26、 勝ちはありません、負けが2つあってセーブが1つ。いい当たりだ、加藤3本目のヒット、ノーアウトランナー1塁。加藤は第1打席こそショートフライで倒れましたが、その後ホームラン、センター前ヒット、そしてまたセンター前ヒット。さあ、イニングの先頭バッターが出ました。素直にバットが出た感じですね。もう本当に能力的には高い選手なので、こういう形で塁に出ることもできるんだっていうアピールで非常にいいと思います、さあ2番の荻野、荻野第1打席にレフトへツーベース、その後はライトフライとピッチャーゴロ、ピッチャーゴロはヒットエンドランでした。ノーアウト1塁、2点差です。できればあのランナーを進めるだけじゃなくて、荻野も塁に残りたいですよね。あと危ない、牽制球、なんかエンドランでも出てましたかね、今の牽制ですが、ちょっと戻りが遅れましたね。これもチャレンジの対象ですね、もう一度背中越しですよね、ランナー、でランナーから見るとセットに入っている手が先に止まりますよね、でこの状態でまだ体が揺れているので、どこでセットに入ったのか分かりづらいと思うんですよ。あ
振り、外人気のストレート、ツーストライク。確かにあの顔の前あるいは胸の前でグラブとボールを合わせて、そこから状態をこう揺するピッチャーもいますよね。でその動きの中で、はい、まあ、セットに入って静止するというところが、おそらくランナーから多分確認できないので、この辺が難しいところだと思います、ね。ファールボールです。ワンボールツーストライク。この回から登板のマーティン。高いところからのカーブでしたが、荻野ファールしました。というストライクを追い込んでいます、このマーティン。から落としてきたんですが、ボール、ワンボールツーストライク。マーティンも2メートル以上の身長ありますから、こう上から落ちてくるという感じのボール、一塁牽制球。ボール2ストライク。ライト右のフライです。松本が追いますが、スタンドに入りました。ファールボール。やっぱりこういうところでもこう粘れるというか、ついてっていくんですね、大きいのがね。まあ、あの追い込まれた、はい、まあ、空振り取られましたよね、あのボールが一番速いボールっていう意識で、それがなんとか食らいつこうっていう、そういうことだと思うんですよ。はい、高めのストレートもファウで、本当確実にヒットできるボールはじゃあ何だろうって考えたときに、なかなかそのボールが見当たらないので、はい、もうこうしてね、粘って、なんとかフォアボール取ってっていうことができれば、かなりチームにとっても大きなフォアボールになるとは思うんですけど、2ボール2、1ボール2ストライク。カーブ、これも粘ります。ファールボール。今度は9球目。ワンボールツーストライク。155キロ。かなりあの高めのまっすぐね、威力あると思うんですが、粘っています。今度は10球目。ボールになったフォークボールですよね。あのボールがやっぱり一番ネックになると思うので、なるほど、はい、あのボールがストライクゾーンに来てファールで逃げれるかどうかですね。ワンバウンド叩きつけました。今のフォークですか。フォークですね。2ボール2ストライク。
こうなると投げる方もだいぶイライラしてる、はい、でもファール。もう本当この回どうするなら井口まで回してね。あ、一気にね、ひっくり返してみたいな、ね、そうですね、期待できるようなそんな粘りですね、はい、2ボール2ストライク。今度が12球目、荻野の粘り、ノーアウト一塁、打ち上げました、ライトフライ、ほとんど定位置、松本わずかに前進、ワンアウトです。いやでも球数は随分投げさせました。ワンアウトランナーが一塁です。なんか言ってます ねダグアウトからなんかいやいや言ったんでしょう。一塁ベースアンパイアもう結構なんか強い口調で、ね、これはセカンドの川口さんです。あ、そうか、林さん、はい、どうやらファールが続いたんでそれに苛立ってたみたいですね。え、マーティン、はい、みたいです。ファール打たれて苛立った。から振り取れよと言いたくなるわけですが、そうですか。ワンアウトランナー一塁。いや、ファールを打たれて苛立ったぐらいじゃならないです。ダグアウトに、なんか声が飛んだんですよ、なんか言ってましたもんね、マーティンがそのファールばっかり打ち合ってみたいなことを、はい、多分荻野が凡退しているところで荻野に向かってなんか言ったんですよ。でそれに対してダグアウトから、なるほど、まあ、足の方が言ってんだみたいなことを言い返したら、それに応戦したってことですよね。なるほどね、まあ、結局どっちかというと今のイダダティアマーティンの一人相撲っていうような感じですね。まあ、やっぱあんだけ粘られてるので、面白くないと思うんですよね、その分まあ凡退しましたけど、荻野はまあ意味があると、価値がある粘りだったと思います。でさらに言うと、その荻野の打席中の早い段階で一塁の牽制で微妙なのありましたよね、あれもバーディーにしたらアウトだろうということでしゃがみ込みましたから、鈴木大地は打ち上げました、センターフライ、まだダグアウトに向かって何か言ってますからね、2アウト。2アウトランナーが1塁です。そうですね、さあバッター角中、ボールワン、まあ、2点差、際どい牽制は1回見ている加藤、どうするか、走るということはやっぱりちょっと同じタイミングで投げてきてるんだったらそれもありなんですけども、実は微妙にずらして投げてるんですよ、この辺がねやっぱり、まあ、吉井コーチがね、いろんなことを多分ピッチャーに対してはアドバイスしてるでしょうか、ね、なるほどね、まあ、この体ですからただでさえこうキックがねうまいわけがない、はい、そうなると牽制かそういう場合ですよね。2ボール、ランナースタート、
投球はストライク、盗塁成功、完全にモーションは盗みました加藤。これはあの今ので言うと2ボールナッシングなのでストライクを取らないといけないということで、はい、全くランナーはノーケアです。でそのタイミングを測って加藤が走るという、はい、でこの盗塁によってまたマーティンが苛立つ、なんとか1点でもいいですね、そうですね。さあ角中2ボール1ストライク、 3-1 になりました。相手が苛立ちを見せてれば攻める方がチャンスですからね、はい、この打球はどうか、レフト頭の上下がる半身、太田大志掴みました、スリーアウト。もう一伸び欲しかったんですが風が逆でした。8回の裏マリーンズ得点ありません。8回終わっています。 ZOZO マリンスタジアムです。3対1ファイターズ2点のリード。ゲームは9回に落ち着いたと言ったりということがあるんですか。そうなんですかね。どうですか。まあでもグラウンドの中で笑顔で会話はまずいですよ。見た感じはですよね、うん、さあピッチャーが内です。内も今シーズン46試合に登板、これが47試合目、5勝1敗14セーブ防御率は 3.00 という内。バッターレアード、9回の表のファイターズの攻撃です。ファールボール。打球の行方にご注意ください。まあ、今シーズンは、まあ、うちのコンディションというのもあるんですけれども、やっぱりクローザーとしての役割はうちが担うというような形になりましたね。まあシーズン始まってすぐぐらいの元気な時ってあえて言いますけど、はい、その時やっぱりね、まっすぐにしてもスライダーにしても素晴らしかったですよ。ただやっぱりね、1シーズンフルに投げた経験がないので、ところどころやっぱりしんどくなってきたなって感じが出てきた時に、やっぱりボールってものすごい素直なので、ちょっと前の良かった時と比べると全然ボールが来てないなとかね、はいはい、そんな感じの時もあるわけですよ、ね。詰まったショートゴロ、キャンバスより平沢、高浜によってワンアウト、まあ、ということはそういう時にどうなんていうか、まあ、かわすかというかどうしのぐか、はい、ただこれだけ年間通して、ほぼほぼフルシーズン、はい、頑張ったっていうのが初めてでしょうから、ある程度まあ、貯金ができるわけですよね、自分の中で経験値として、はい、でその経験値をもとに来シーズン以降どうすればいいのかっていう対策を練って来季に臨むでしょうから、そうなってくれば今シーズンよりもその上下動の波が少なくなるという、そういう感じを期待していいと思うんですよね、はい。まあ、来シーズンもおそらくクローザーかどうかっていうのは別としてやっぱりリリーフということになるでしょうからね、はい、後ろの大事な場面での有効に対してスライダーでストライクを取りました。内ワンボールワンストライク、スライダーしか投げないんだっていうスライダーですよね。ですね。スライダーが縦にこうスッと落ちましたね、はい、これは抜いた感じのスライダーでした。横三振、今日横4打席4三振、まあ4打席4三振というのも珍しいんですが、
握りは今なんかこう何でしょう、チェンジアップみたいな感じで、うん、抜きましたよね。ツーアウトランナーなし。今のもスライダーですか。はい。それがね、もう気になっちゃって、もううちのそのワッペンが剥がれかかってるんですよね。はい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 、この胸ですね。縫い付けじゃなくてアイロンでしょ、これ。なるほど。これ、うち自身は今のこの胸のワッペンの状態っていうのは分かんないです。気になってるか、まあ、見えてないのかもしれないですね。なんかあんまりこう気にしてるような風はないですけども。ツーボール、スライダー、ツーボールワンストライク。バッター太田大志、9回の表ツーアウトランナーがありません。9回の裏、井口に打順が回ってきます。ツーボールワンストライク。マリーンズは高浜から始まるオーダーですから、2人目のバッターとして井口が登場いたします。井口忠人、引退試合。アウトサイダーボール、147キロのストレート外れました。フォアボール。ツーアウトランナーが一塁です。さあ、太田が一塁に出てバッターは清水、今日は3打数で2安打、三振の後はレフト前センター前とヒットを放っています。9回の表のファイターズの攻撃。一塁ランナーは太田。まあ、太田も走り出すとスピードはありますから、外野手ちょっと間を、まあ、抜けなくても抜けそうな当たりなんていうと思い切ってホームに帰ってくることも考えられます。センターの荻野は右寄りの守備位置、左中間がやや広めに空いています。ランナースタート、スチールをかけてきました。田村ワンバウンドの投球を前に飛ばしたので投げられません。まあ、ファイターズ走らせましたね。今のもグリーンライトだったようですね。なるほど。まあ、クローザーが出てくるのでもうバッター集中してますから、はい、まあ、意外とランナーノーケアなので、行けたら行っていいよっていう感じだとは思うんですけど、はい、スライダー決まってワンボールツースライク。二塁に行ったことで外野さんに前に来ます。外野手の守りはチャージをかけました。太田は今シーズン盗塁は2つ目。ワンボールツーストライク。ピッチャーの足元、グラブに当たって落ちていました。拾った内が一塁送球、スリーアウト、ランナー二塁残塁。さあ9回の表ファイターズが無得点に終わりまして、9回の裏2点を追いかけるマリーンズの攻撃です。さあ井口が引退試合での4打席目。そうですね、ファイターズのクローザー増井がマウンドに上がりました。46試合4勝1敗24セーブ防御率 2.31。 さあそして高浜に代わってピンチヒッター清田が起用されました。
清田、今年も苦しいシーズンでした。打率が2割飛んで1厘、ホームラン3本、打点21。この秋から春にかけては何かやっぱりね、清田自身も何か大きな変化にチャレンジしてもらいたいっていう気がしますね。まあどうなんでしょうね、良かった時のイメージってやっぱりついてもありますから、はい、初球打ち、スライダーの一塁間を破りました、ライト前ヒット。さあ清田が積極的にやや詰まりましたけれども、一塁間ヒットを放ってお膳立て。井口忠人、この引退試合で4打席目に向かいます。打球がセンターの西川、いやもう完璧な打ち方ですもんね、その後の上を越えてスタンドへ。井口の日米通算251本目のホームラン、295本目、そうですね、メジャーを入れて44を立ちますが295本目。あ、この方がホームランボール手にしたんですよ、マリンズファンのお嬢さん。もう写真撮ってますけど。あ、なるほど。で、これは井口選手の元に届けられるんでしょうね。いやー、しかしなんとなんと素晴らしいドラマが待ってました。9回の裏、さあ中村翔吾、5本目のホームランで同点に追いついた9回の裏。
スイングアウトの三振。ちょっとこの勢い雰囲気乗っていってほしかったんですけどね。まあね、あの放送席から、まあ、上からなので何とも言えないですけども、グランドレベルだったら、もうねちょっと異様だと思いますよ今。まさかこんなことが起きるなんてっていうことが起きちゃったわけですよね。夢としてね、夢として期待というか、いやもう本当信じられないですね。現実です。いやもうこれも伝説を作ったと言っていいと思いますよ。そうだね、本当に。本当に引退しちゃうんですか井口選手。いやもう本当ですね、やめるのやめるって言わないかな。バッターは田村。いや久しぶりに肌が立ちました。ちょっと本当にね怖いな。なんかすごくこう勇気づけられるっていうか、頑張ればこういうことも起こるんだ、このなんかってことですね。長いこと頑張ってきたっていうことのご褒美っていうふうにね、簡単に、まあ、片付けちゃいますけど、そうは言ってもね、そのご褒美をもらえる人って、本当に一握りですから、いやすごいなと思いますね。2017年9月22日、いや、24日ですね、今日ね、9月24日、本当に伝説の日になりましたね。2ボール2ストライク。ベンチの井口の表情を見ていると打った本人が一番信じられないっていうような、いやになってどうですかね。本人はでもホームラン狙ってましたから、狙って打てたっていうところで、ちょっと満足感みたいなのもあると思うんですよ。田村三振でツーアウト。あとはこれロッテラインがですね、あのホームランが、井口の最終打席だったっていうふうにしないといけないわけですよね。です。もう一度打席が回るようなことがあると、ね、せっかくのミラクルがミラクルじゃなくなってしまうので、さらにミラクルってことも考えられなくはないけど、そこまで欲張っちゃダメなんじゃないですか ね。本当ですよね。だからやっぱりこの雰囲気、やロッテとしてはね、連続三振でツーアウトになりましたけれども。マリーンズナインがね、若い平沢、そうですね、まあまあ、絵的にはその井口から平沢へバトンタッチみたいなね、そんなことで平沢がホームランを打って蹴りをつけるみたいなことになると一番美しい、過去そして今未来につながるという平沢のお尻。ボールツーストライク。ツーボールツーストライクです。12キロのストレートファールボール。
粘ります。ちょっと振り遅れ気味ですけども、はい、スイングしてる形は悪くないですよね。あれでインサイドにちょっと甘いところに来てくれたらひょっとしたらというそんな期待を抱かせるスイングなので、はい、うん、フルスイングしましたが空振り三振。増井も井口には打たれましたがその後は三者三振で9回の裏3つのアウトを取りました。9回終わって3対3の同点です。いやー、鈴木大地と今話をしている井口ですが、いやとにかく、まあ、井口の試合前にまだね公式戦が続いている中だからなんとかチームの勝利につながるようなねそういう一打一振りをしたいんですというふうに言っていましたが、まあ、本当にそういう形になりました。ファーストに大峰翔太が入っています。代打清田が起用されましたのでファーストは大峰翔太です。10回の表ファイターズの攻撃が9番ショート石井和伸。10回の表ファイターズの攻撃9番の石井和伸から始まるというオーダーです。3対3の同点。ワンボールワンストライク。チェンガニューも今年、まあ、先発リリーフ、まあ、先発でも好投したという場面もありますし、まあ、左の先発がマリンズいませんからね。まあ、本人がね、もちろん先発の方がやりたいはずですよ、はい、でもチーム事情でブルペンに入ったりしながら今文句もポロポロは出るんでしょうけど、うん、はい、我慢して、うん、よく頑張ってるなというふうには思いますね、うん、はい、スライダーで見逃しの三振に打ち取りました。ワンアウト。1番センター西川。少しクロスステップで投げてきますから左バッターにはこう体の方に向いてきたボールがスライダーでパッとこう切れていくとちょっと厄介なボールですよね。左バッターは、まあ、左バッターの方が打ちにくくはしてるはずなんですけども、はい、ただそのボールもね、力のある時はいいですけどね、そうじゃない時ちょっと気を抜いたような時に2だという感じがあるので。なるほど。今のストレートも148キロ出ていました。あ、いいボールですねこれ。ボールというストライク。そういう意味で言うとその精神的な村っけっていうかね、そういうものもこう、うん、ある程度こう自分でねコントロールするようにしなければいけないところでもありますが、ただ今日はボールはいいですね。
開です。空振り三振。今のスライダーですか？だと思うんですけど、はい、ちょっとやっぱ今日まっすぐがやっぱいいですよね。いいですよね。このまっすぐがやっぱりかなりの強さがあるので、バッターからするとそのボール頭に入れとくと、はい、今ぐらい腕振って変化球投げたら多分みんなバットくるくる回りますね。西川三振で2アウト。バッター松本、左バッター2人を連続三振に打ち取りました。チェン・ガンユー、これどうなんでしょうね、1イニングだけ行ってこいって投げさせた時にこれだけ全力で腕ってガンガン来られると結構やっぱりピシャッと抑えられるピッチャーだと思うんですよ。下手に長いイニング投げさせようなんて思うとちょっとしたら計算して投げちゃうので、なるほど、これ今日のこの1イニング、ここだけ見てると、はい、もう1イニング専門で、まあ、セットアッパー任せた方がいいのかなみたいな感じのピッチングが見えますよ。なるほどね。セットアッパー、そして経験を積んだらクローザーっていうのも面白いかもしれないですね。ワンボール、ツーストライク。もう一つはやっぱりチェンのその連投っていう意味でのこうスタミナですね、はい、これはやっぱりね向き不向きがあるので、はい、なんとも言えないんですけども、ただある程度のレベルまでは多分鍛えて慣れれば、なんとかカバーできると思うんですよ、147キロです。ファウルボールにご注意ください。いやストレートもあのファールがやっとですもんね、はい、まあ、何試合かチェン見てますけども、はい、今日一番いいですね。腕の振りがやっぱりかなり速く見えるんで、もう今の変化球抜いたボール当てに行くだけです、ね、もう本当当てるのがやっと。ファーストフライ大峰翔太掴んで3アウト。10回の表チェン・ガンユー素晴らしいピッチングをしました。3対3の同点です。さあ10回の裏マリーンズは1番の加藤からという好打順。でも本当いや違いますね、クモンは登板数としては34試合4ですね、35試合目ということになるわけです。34試合2勝0敗。まあ、ジャイアンツ時代はもうほとんど登板チャンスがなかったんですけども、太田とともに今シーズンファイターズの戦力になっています。さあ10回の裏マリーンズは1番の加藤から。今日の加藤はショートフライの後ホームラン、そしてセンター前ヒット2本、4打数で3安打。の加藤今度は右打席に入ります。10回の裏マリーンズ攻撃開始。これ左バッターで3本ヒットを打ってますよね、はい、右になるとどうでしょう、バッティングの感覚ってまた違うんですよね。どうなんでしょうね。ただでも、気分よく打席に入れるので、おー、
まあ、右も左もなかったですね、はい、気分の問題ですねピッチャーの足元を破りました加藤、今日は5打数で4安打、高め打ちです。ノーアウトランナーが1塁、加藤もそもそも猛打賞ですけれども、猛打賞は9月の14日以来、ただ4安打ということになると今年はあったかどうか、ありました。8月の14日の楽天戦で5打数4安打1打点という固め打ちがありました加藤。さあノーアウトランナー1塁、ここは左ピッチャーの公文ですから、そう簡単にはねスタートは切れないと思うんですけども、いやでもどうなんでしょうね、走りの速い選手たち、盗塁を得意とする選手たちは、はい、左ピッチャーの走りやすいということはよく聞くんですよ。あ、そうですか。荻野はバントの前、バントしてピッチャー前、キャッチャーは一塁に指示しています。この時間で一塁送球、セカンドの太田健吾がベースカバーに入りまして送りバント成功、ワンアウト二塁。左ピッチャーの方が走りやすいっていうのはどういうことなんですかね。やっぱりある程度こう、いや顔が見えるからっていうのを聞きましたし、そうですか、うん、で雰囲気がもう牽制する雰囲気が漂う、あ、なるほど。正確に言うと足の上げるときにファースト方向に投げてやろうっていう感じの動きとホームに投げる動きはやっぱ違うらしいんで、それをランナーは何度も何度も見てると分かるっていうことは聞いたことあるんですよ。なんか表と裏ですね、要するにね。さあワンアウトランナー二塁、マリーチさよならのチャンス、バッター鈴木、キャプテン鈴木大地が決めるか。1回の裏3対3の同点、引退試合の井口が9回の裏同点ツーランを放ちました。バッターは3番の鈴木です。これね、打順なので2アウト満塁で回ってくるところですよね。そうですね、そうですね。ワンアウト2塁、サヨナラのチャンス、ボールワンストライク、ツーアウト満塁か、そういうシチュエーションになるかどうか。いやまあまあ、これでもしサヨナラヒットなんか打つようなことがあったらちょっとね、髪が太りすぎてちょっと怖いですよね。引退撤回ですね強制的に。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー二塁、仕上げました。三塁側のフライ、サードのレアード、ファールグラウンドの真ん中取りました。2アウトランナー二塁です。さあそして角中と左バッターが続いて大峰翔太、そして井口という打順。ダガートの前でチェンガニーが出てきましたね。もう1イニングチェンが行くような感じですね。さあバッターは角中、今日は角中フォアボール、セカンドゴロ併殺打、ショートフライ、レフトフライでもありません。あ、これ敬遠しますか。角中との左対左よりも左対右大峰、確かに栗山監督、大峰も敬遠して井口だってってことはない。そんなことはないですね。それはないですよね、うん、これはもう角中と次のバッター大峰翔太を比べてということですよね。角中敬遠です。スリーボール、大学というのはね、井口は次の大峰翔太の次です。角中を敬遠しました。2アウト2塁1塁、2アウト2塁1塁、そして吉井ピッチングコーチが出てきました。
チャーを変えるというね。アドバイスだけですね。さあ大峰翔太、大峰も井口の後継内野手、井口まで打順を回すのか、あるいは大峰が決めるのか、まあ、粋な演出で言えばね、これ時間稼ぎでまたフォアボールで満塁になってDH 解除で大谷マウンドみたいなことになったら大喜びなんですけど。さあ外野3人はチャージをかけて前進守備、大峰翔太初球空振り、長アウト打つというところには大谷は見えてる、次打席から入るから。そうか、まあ、後ろでスイングしてると思うんですけど。なるほど。ツーアウトランナー二塁一塁、10回の裏マリーンズサヨナラのチャンス、バッター大峰翔太、ボールワンストライク。先発の涌井リリーフ打ち、3対3の同点。チャンス、ピタッター三塁線はファウル。今のはコースが良かったんですが、タイミングが早かったんですが、両方です、両方です、うん、9回同点のお膳立てをした清田。さあ井口まで回るか、ツーアウトフルベースで回るんでしょうか。ワンボールツーストライク。サヨナラのチャンス、見逃し三振、スリーアウト。10回の裏マリーンズ得点ありません。10回終わって3対3同点。11回の裏のマリーンズ先頭バッター井口という状況に。今日の大谷は三振三振、フォアボールフォアボールと、涌井からは2三振だったんですが、その後南大谷からフォアボールを選んでいます。スピードがちょっと抑え気味なんですか、落ちたんですかね。144、うん、まあ、イニングをまたぐと、はい、多少ちょっと体が動かなくなることはありますよ、ね、あ、ただ彼の場合は先発の経験もあるので、そこまでの心配は必要ないと思うんですけども、うん、まだ全部ストレートで144キロ、2ボール2ストライク。スライダー、大谷の前に一応生かしてファールしました。空振り三振。今の低めのまっすぐ148。やっぱ今日本当にチェーンいいですよ、うんうんうん、本当に低めも伸びてますしね。ナイスボールです。さあそしてピンチヒッタードレイク、太田健吾に代わってドレイクを起用いたしました栗山監督。
今シーズン途中入団のドレイク。カーブから入りました。115キロ。そしてスライダー、2ストライク。2ストライク。ボールもいいんですけど、やっぱりコースもきちっと来てますよね。まあ一番重要なのが、ピッチングで大切とされるのはやっぱコントロールだと思うんですよ、でそのコントロールが思うようにならなかった時でもボールに強さがあれば、ある程度カバーができる、でボールにも力がない時はどうしようもないという話なんですけど、今日のチェンでいうと、低めにボールが強いボールが集められてますよね、これがやっぱり一番だと思うんですよ、要はその両サイドにきっちりウンギンよりも、やっぱりボールにしっかりスピンが効いててなおかつ低めに集まってるということで、その速いボールにバッターの方が苦労してるということですから、これも完全に詰まらせました。今のなんか極論から言うと方向真ん中付近だと思うんですよ、ですよね、そのボールに差し込まれてああいう当たりになるっていうのは相当いいボールだと思う、真ん中ですよね、真ん中高めのボールですから、ホームランボールですよね。サードのファールフライで2アウト。まあ、そういう意味でいうと相乗効果、それだけボールに力がある、そういういい状態だって本人が分かればコントロールもそんなにきゃいことを狙うっていう風にしなくていいわけですね。それはありますね。あんまりコントロールに気をつけないで投げようってできると、意外とやっぱりいいところに行くっていうもんなので。2アウトを取りました。ただ気をつけないといけないのが、こういうタイミングになった時に、スライダー系統のボール入ってくる球で、ファールでカウント取ろうみたいな球が抜けるとちょっと怖いんですよね、今ちょっとね、ちょっと抜き気味のボールちょっとヒヤッとしますので、2ボール。外からスライダーを入れてきました。2ボール1ストライク。137キロでしたね。これがスライダーです、ね。なんかこうカーブって言ってもいいような球ですね。このいいボールですね。まあやっぱりまっすぐが速くて腕の振りが強いので、バッターの方もその感じで投げてこられたボールが錯覚してますから、全く当たる雰囲気ないですもんね。ツーボールツーストライク。引っ掛けて三遊間、飛びついたサード、立ち上がった一塁ワンバウンド。サード、そしてファースト、2人の共同作業、中村と大峰翔太、ファインプレーで11回の表、3人でファイターズの攻撃を抑えました。3対3同点。陳冠雄が2イニング、シャイト6人で抑えたというナイスピッチング。さあ、そして鍵谷54試合2勝3敗、防御率は 2.61。ドレイクそのまま入りレフト、レフトの太田大志がライト、ライト松本がファースト、ファーストの横尾がセカンド、ピッチャーは久保に代わりまして、カニーナ。さあ、ファイターズ守りも大きく動きます。代打のドレイクはそのままレフトに入りました。そしてレフトの太田大志がライトに回って、ライトの松本がファーストに入る。そしてファーストの横はセカンドに回るというふうに内野も変わりました。
横尾はまたセカンドに戻ったということになります。井口忠人引退試合、レフト右へのヒット、そして9回はなんとなんと同点ツーランホームラン。11回の裏、まあ、おそらくこの打席がどういうゲームの決着になったとしても最後の打席になるでしょう。井口忠人、通算2408試合目、7535打席で日米通算の数字です。日本のプロ野球で7535打席目、メジャーリーグで2078打席立っております。日米の打撃成績、打ち上げました。これは鍵谷の球が勝った。ライトセンター、おっとライト太田大志が掴みましたが、これもミラクルですよ。センター見失ってたってことですもんね今。ですよね。で太田大志はもうセンターに任せたっていう。いやもう西川取るもんだとばかり思ってましたでしょ。いや私もそう思いましたが、いや最後はライトフライですが、井口に大きな拍手が送られました。真ん中ちょっと遅れましたかね。うん、打った瞬間あっと声を上げた井口。中村の打球はライトフライ、回り込んでランニングキャッチ、ライトの太田フェアフライです。ライトフェアフライで2アウト。まあ、11回の裏5打席目、まあ、試合の決着のいかんかかわらず、まあ、多分最後の打席ということですよね。もう12回しかなくて、この回でもあと3人塁に出るとどうなりますか。1人塁に出たら次2アウト満塁で回るということですね。あ、ということですね。あ、ということですね。そうだそうだ、だからまだ可能性はなきにしもあらず。もうこれ田村の出塁がもうマストです。はい、2アウトランナーなし。果たして井口に6打席目があるのかどうか。右中間、打球はバットの先でした。伸びません。ライトフライ、この回は3人ライトフライに倒れまして3アウト。11回終わっています。3対3同点です。用意されています。田中康弘がマウンドに上がりました。まあ、マリーズとしてもあのいい形でねこのセレモニーに臨みたいですから、もうなんとか頑張って12回の裏に全てをかけてもらいたいという状況です。3対3の同点。12回の表ファイターズの攻撃が6番セカンド横尾。さあ今日は4打席4三振の横尾から始まるという12回の表。あ、西の空がうっすらとこう赤い色に染まりまして、この ZOZO マリンスタジアムの上空にも直帰その赤い色の雲が流れてきています。12回の表ファイターズの攻撃、ファールボールです。まあ、2時に試合が始まってます。ま
もなく3時間40分。まあ日がだいぶ短くなりましたから、もうこのくらいの時間になると昼と夜の境目ぐらいですよね。まあでも照明がね、綺麗に見えてるので、もう夜と言ってもいいとは思うんですけど、でもなんかあっという間にこう日って短くなりますね8月に入ると8月9月ってもうあっという間に短くなっていくような気がしますよ。毎年一緒です。毎年そう、確かにそうなんですけどね1ボール2ストライク。今年は特に秋風がまた身にしみるというような状況もあるでしょうか、ね、それはありますね、この両チームに関して言えば本当にかなり厳しい風が吹きすさんでるような感じでしょうか ね、今日の風はレフトからライト方向という上層マリンスタジアム上空4メートル2ボール2ストライク。田中がマウンドにこの回上がりましたが、あとは左の宮崎だけですね、残っているピッチャー。スリーツーとちょっと高いんでしょうか、フォアボール。先頭バッターの横にフォアボールを与えました。ノーアウトランナーが一塁です。ファーストランナー横を迎えまして渡辺、ファーストランナー、ピンチランナーは渡辺です。渡辺亮、そしてバッターは太田。太田も今日はヒットがありません。ライトフライ、セカンドゴロ、レフトフライ、そしてフォアボール。太田大志バットの構え。ノーアウト一塁、バットを引いてボウ。まあ、長打もある太田ですけども、ここは栗山監督も勝ちにこだわってますね。3対3の同点。ノーアウト一塁。カットファールボールです。ベースコーチ。ノーアウト一塁。12回の表のファイターズの攻撃。ワンボールワンストライク。太田はバントの構え。ファールボール。避けながらバントしましたがファウル。避けきれなかったんですかね、引ききれなかった、まあ、それでつま先に今当たってるんじゃないですかね、それで。なるほどね、はい、シュートしながら自分の体の方に来るので、バッティングと違ってちょっと体整体気味になるじゃないですか、なので避けるのもちょっとね、思うように左右の動きがちょっと感覚がずれると思うんですよ、はい、ワンボールツーストライク。バントはないとは思いますが、
内野陣はゲッツー体勢。セカンドゴロ正面、前に出た鈴木、ショートへトス、一塁転送、一塁はセーフ。太田の足、まあ、ちょっと打球が高く跳ね上がって弱かったというのは幸いしましたけども、まあ、そうですね、うん、本当にタッチの差ですけども、今の、鈴木大地のバックトスがね、うん、もうちょっと強めの感じで行くようだと、なるほど、タイミングよく一塁に転送もできるんでしょうけど、ね、ちょっとその取りに行く感じで平沢が前に出るような感じになってしまったので、さあバッター清水ですが、今日ヒット2本を打っている清水、バントの構え、まあ、あの辺もまだこうね、鈴木大地も完全にこうバックトスでもうキャンプからずっとやってましたけども、そんな簡単に ね身につくもんでもないでしょうし、ないですもんね。あと太田は二塁を蹴って止まります。記録はワイルドピッチ、パスボール、おーキャッチャーのパスボールになりました。今日は田村パスボール2つ目ですね。あ、これあのバントの構えの時、先ほどもそうでしたよね、バントの構えで、バットが多分目の高さに来て、あーボールが1回消えるんだと思うんですよ。でミットにはかろうじて当てられるんだけど、掴むところの正確性がないという、これはまあしょうがないですね、キャッチャーとして一番難しいところだと思うので、そうですね、一度目隠しをされるようなもんですよね、はい、で急にそこからまた見えるので、さあワンアウトランナー二塁となって、先ほどはバントの構えをした清水、外野前に来ています、真ん中でストライクを取りました、ワンボールワンストライク、レフト角中、センター荻野貴司、ライトは加藤、マリーンズの外野陣、セカンド鈴木大地はやや深め、一塁間を広く開けています、ワンボールワンストライク、当たりそこね、サードの前、ボトボトだ、ランナーは三塁へ、中村が一塁へランニングスロー、ツーアウト、ツーアウトランナー三塁です。さあそして石井和成、石井は今日は三振、送りバント失敗、キャッチャーゴロと、もう一つ送りバント、これはキャッチャーです、それから三振ということでヒットはありません。ここはもう打つしかないですからね。そうですね、ここ本当に大事ですね、外野はそれでもちょっと前ですね、3人、レフトの角中、センター荻野は、うん、でもちょっと浅いですよね、まあ、詰まった当たりで前に落ちるのが嫌なんでしょう ね、ですね、うん、頭越される可能性は低いというそういう判断ですから、はい、一塁線ファールボールです。ファースト荻野翔太、打球は使いましたがファールボール、3対3の同点、12回の表、三塁ランナー太田大志、ツーアウト三塁、中途半端なバッティングでした、ファールボール、今止めたバットに当たったという、当たんなくてもスイング捉えたかな、まあ、タイミングがあったら打てるボールを打とうという姿勢の表れだと思うんですね、はい、ボール球だと思ってスイング途中でやめたけど間に合わなかったということですから、ということは打ち気に流行ってるっていうその裏返しなので、なるほど、
うんと、ワンバウンドのフォークボール、まあ、もう田村も懸命に止めました。今のもね、ちょっと内より膝元でということなんでしょうけども、はい、あれがもしベース板の外側で、ああいう感じだったら多分空振りしてる可能性高いんですね。これで反応しちゃってるわけですからね、はい、ワンボールツーストライク。空振り三振。最後は140キロという表示でしたが、結構ボール落ちました。フォークですか、はい、これはもうストライクゾーンからボールゾーンへというフォークボール。田中康弘、12回の表0点に抑えました。さあ12回の裏マリーンズの攻撃、代打肘井を起用いたします。伊藤監督、平沢に代えて代打肘井。ピッチャーは白村です。この回から白村。平沢もね、やっぱりなんて言うんでしょう、やっぱりこういう場面で打席に立たせてもらえるような選手にぜひなってもらいたい。本当そうですね、ファーボール。に当たったようです。ファールボール。あ、脇をかすったような感じですが、トレーナー監督高橋コーチあたりも出てきましたが、大丈夫そう。大丈夫です。藤井も4年目22歳、まあ、将来マリーンズの戦の主軸を期待されるバッターの一人。ワンボールツーストライク、ファールボールです。ドレイクはもう飛びついて懸命に打球飛べたんですが、やっぱり飛びついた分立ち上がれずに送球ということになりました。気持ちは分かりますよね。気持ちは分かりますよね。さあ藤井が代打でツーベース、ノーアウトランナー二塁、ピンチランナーは大きい。そして今日4安打の加藤です。まあ、スイッチヒッター今度は左打席、4安打のうちホームランとヒット2本は左、先ほど右打席でヒットを放っていますが、ここは送りバントの構え。ノーアウトランナー2塁。12回の裏マリーンズサヨナラのチャンス。4安打でもやっぱりここは確実に三塁に進めますか。これでも守備によっちゃ打っていいんじゃないですかね、はい、ファーストの松本は前に来てますね。もうあのライナーでセカンドランナーがダブルプレーにならないような打球を打つ自信があるんであれば、前に守ってるんだったら思いっきり引っ張り込んで打っていいと思うんですよ、はい、ファーストセカンドもバントに備えています。そして一塁前強いバント、送りバント成功。二塁ランナーの大久保いいスタートを切りまして三塁に進みました。まあ、ある意味チームプレーとして仕事はしっかりした。もうファーストはもう最初からもサーブ殺す気ないですから。ないですね。前には守っていたけれど、うんうん、
あるくらい強い打球だったのね、思い切ってチャージがありましたよね。やりましたね。さあ、ワンアウト三塁、内野バックホーム前進守備、バッターは荻野。吉井ピッチングコーチが出てきました。ルイさんを取ってもね、井口まで回らないんですよね。まあまあ、それはもうね、前の回でもうしょうがないので、ね、勝利ということを考えると、はい、ファイターズサイドからすると、まあ、荻野次第で満塁策を取るかどうかってことになると思うんですよ。はい、内野バックホーム体制、外野も定位置より前に来ています。さあ、荻野隆決めるか。ワンアウトランナー三塁、3対3の同点。井口忠彦のプロ野球、日米通じて21年間のその野球人生の最後の試合で、井口の9回同点ツーランを生かすことができるか。延長12回の裏、ワンアウトランナー三塁です。今のもちょっとなんか歩かせようとしてる感じのボールなんですよね。まあ、満塁側が守りやすいことは守りやすいですけど、投げる側が攻めやすいかどうかの話になるよ、ね。さあ、今のもちょっと外し気味ですね。まあね、今鈴木大将、次角中ですよね、はい。この2人と荻野とアウトを取るのをどっちの方がって考えたら、やっぱここでアウト1つ稼ぎたいんですけど。スリーボール、キャッチャー外側に構える。これは立ち上がらない敬遠、歩かせました。荻野フォアボール。ここでやるんだったら次も歩かせて満塁策だと思うんですよね。ですよね。大地の今ちょっと三塁側のダグアウトの方を見合いながらバッターボックスに向かいましたが、だから荻野を歩かせたんだったら鈴木大地も歩かせて満塁で角中で、まあ、ダブルプレーも取れるという形を取るんじゃないかとは思いますが、三塁ランナーが大きい。一塁ランナーは荻野隆。3対3の同点、サヨナラのチャンス。キャプテン鈴木大地、今のスライダーから入りましたが、今のは勝負という感じですね。まあ、落ちるボールで打ち取りたいということだと思うんです。やっぱ一番いいのは三振なので、はい、セカンド走ってもいいと思うんですけど、まあ、一塁も前に行ってますね。二塁ショートもベースカバーに入れないという感じはありますが、打ち上げたライトの左、ファールフライ。ドレイクどうするか。取らない。これは今取らない、はい、ね、これでもし取るようなことがあったら、何のために歩かせたのかわからないなりですよね、はい。ファールボールでワンボールワンスライド、ワンアウト三塁一塁。12回の裏、千葉ロッテマリーンズのサヨナラのチャンス。井口忠彦の引退試合、その井口が9回の裏に同点ツーランホームランを放ちました。3対3、12回の裏、サヨナラのチャンス。ランナースタート、キャッチャーもいません。荻野隆二塁に進みました。守る方もね、関係ないって言えば関係ないですからね。二塁ランナー、ツーボールワンストライク、3対3の同点。一塁キャンパスは空きました。バッター鈴木大地、ツーボールワンストライク。インサイド、これ勝ってる勝負ですね。4番に入っている角中、
これストライク取りに来たら思いっきり低いと思いますけど、はい、スリーボールワンストライク、サヨナラのチャンス、いい当たり、サヨナラ、東京メイン4対3、井口忠人、その野球人生21年を3を締めくくるこの引退試合でキャプテン鈴木大地がサヨナラヒット、井口がびしょ濡れ、そしてキャプテン鈴木大地と抱き合っています。今日引退試合の井口とそして鈴木大地サヨナラヒット、2人がもうびしょ濡れ、4対3マリーンズ勝ちました。井口を送り出すに最高の結果をもたらしましたマリーンズ。井口自ら9回の裏同点ツーランをセンターの右へ叩き込んで、そして延長戦に持ち込んで、千賀雄の素晴らしいピッチングがありました。そして岸井のツーベースヒットを足がかりにキャプテン鈴木大地が決めるという劇的なゲーム、4対3マリーンズサヨナラ。さあ、それでは井口忠人引退試合となりました2017年9月24日千葉ロッテ対北海道日本ハムの25回戦をハイライトでご覧いただきましょう。井口さん、お嬢さんの始球式、ね、満員のこのソドマリスタジアムのマウンドから見事な始球式でした。さあ、先発の涌井、素晴らしい投球をしました。立ち上がり松本を見逃し三振、そして大谷をスイングアウトの三振、まあ、あのアクシデントで交代ということになりましたけれども、涌井のピッチングすごかったですよね。あの本当に良かったと思います。まあ、審判との相性をうんぬんと言いましたけども、はい、あとボールも素晴らしかったので、はい、さあ、その引退試合の井口の打席は2回に回ってきました。嵐から左中間レフトの右へのヒット、この引退試合第1打席レフト前ヒットを放った井口です。3回の裏マリーンズは加藤が見事なスイング、ライトスタンドの上段に飛び込むという先制ホームラン、1対0とマリーンズがリードを奪いました。4回の表のファイターズの攻撃です。涌井の投球をご覧いただきます。今日はマリーンズの選手全員井口の背番号6をつけてプレーをしたというところで、まあ、1500奪三振松本から奪って達成、大谷を2打席連続三振にも切って取ったという涌井。4回の裏マリーンズ井口の第2打席、高梨からこれアウトコース難しい球でした、セカンドゴロに倒れました。井口第2打席です。6回の表のファイターズの攻撃、涌井がこの清水にバットを折りながらもヒットを打たれたところで左手の親指の付け根あたりこれを釣ったということで、その後ダグアウトに一旦消えて戻ってきたんですが、この投球練習の時に今度は足を切ってしまいました。矢村交代ということになって、涌井としては無念の降板ということになりました。6回の裏マリーンズの攻撃、井口の第3打席、高梨の高めのストレートフルスイングしたんですが空振りの三振、まあ、ただこの空振りの三振がやっぱり9回のあの劇的なドラマチックな一戦につながったようにも思います。7回の表のファイターズ、中田南からレフト前タイムリーヒット、二塁から松本帰って同点、4番の中田のタイムリー、さらにはレアード、センターの左フェンス直撃、レアードは二塁でタッチアウトになりましたが、ランナー大谷が帰りまして同点、いやゲームを勝ち越しました。2対1です。2対1。そして8回の表のファイターズ、大谷から西川、センターの頭の上風にも乗って、これがタイムリースリーベースになりました。3対1。しかしこの後踏ん張って追加点を許しませんでしたピッチャーの大谷です。さあ、9回の裏マウンド上には松井が上がって代打清田、初球でした。つらいながらも一、二塁間を破るライト前のヒット、
ノーアウトランナー一塁、さあこれでホームランで同点という場面で井口を迎えます。その井口が期待に応えて、ファンの思いとそして井口自身の思いを乗せた打球がセンターの右、見事に飛び込みまして同点ツーランホームラン。11回の裏、井口の第5打席です。ピッチャーが鍵谷に変わりました。鍵谷のストレートにちょっと差し込まれて、これがライトフライ。センターの西川が打球を見失ってヒヤッとしましたが、ライトフライという打球でした。井口の第5打席でした。そして12回の裏、マリーンズ白村からランナー二塁三塁でキャプテン鈴木大地、ライト線へのサヨナラヒット。井口大人の引退試合を飾るキャプテン鈴木大地のサヨナラヒットで4対3、マリーンズがサヨナラ勝ちというゲームでした。こういう結末が用意されていたわけですね。林さん、はい、勝ちました伊藤監督です、はい、まず井口